7人の方が。え、設定はしてあるの？うん、本当最初にした明るくなった。デバイスの向きを元に戻してください。縦なのか、難しい。こんばんは、こんばんはって来たよ。映ってる？映ってる。向き合ってるのか？向き間違ってる。縦。コメント来てる。画面が縦なんだ。縦ですかね。こうか。こうなんだ。コメント見れるようにした。頼む。難しい。頼む。合ってますか。画面合ってます。頼む。回ってる。そうそう。あ、よかった。じゃあ初心者が出てるわ。すいません、初めてなので。37名の方が見てくれてる。わ、嬉しい。ありがとうございます。どうも、しっくりきました。どうも、滝沢家でーす。宮崎台風大丈夫ですか？大丈夫になりました。昨日なんか短い停電が3回ぐらいあったよね。うん、夜2回と寝てる間に多分停電してました。ほんと30秒ぐらいじゃない？ 1 回。そう、30秒もないかなくらい、ね、え、ブレーカーみたいな探してる間にね、着いたから。こっち勝手にあんま流れないの、コメントは。挨拶欲しい。挨拶欲しい。だって挨拶ってなんだろう。こんにちはってセクシー。さっきやってよ、あの、ね、さっきやってた挨拶、あの得意の挨拶あったじゃん、さっき使ったやつ。やだ、なんだっけ。こんにちはって。やだよ、滑るよ。早くやってよ。こんにちは。せーの。滝沢家の挨拶が欲しいって。どうも、滝沢家でーす。こんにちは。時間差だね。そう、時間差なの。挨拶をする。暑いな、やっぱり。暑い？ライブ。どういうこと？体温が上がるっていうことですか？そういうことです。コメントは拾えません、私は。トモのお目もクリクリですね。かわいい。アップかわいいって、トモ。足が引っかかってます。お願いします、コメント。グズグズボーイなんです。トモの、トモの。こんばんは。こんばんは。何でも質問ください。なんかコメントトップみたいなできたよ。これも固定みたいな。ちょっと初心者なんで、すいません。危ない。どうやってコメントするの？それでコメントできるんじゃない？え？そう。違う。トノ、うん、今日は何されてましたか？今日何してました？今日はランチ行ったね。うん。今日は清武にある竹文っていう工場を使った、結構予約していかないと入れないようなお店に今日たまたま予約が取れたので、そこに行ってました。麹スペアリブカレーがめっちゃ美味しかったね。うん、美味しかった。レイラなんだっけ。麹豚ジンジャーソテーみたいな、ね、うん、生姜焼きだね、麹のね。めっちゃ美味しかったね。美味しかった。デザートまでついて、もうこじんまりとしたお店だけどね、すごいいいよね。うん、ちょっと今編集中なので、ちょ合ってるかな。ちょ、なんかコメント一応貸してそれ。トノ、足が長いって。足長いって。あ、ふ、うん、足を見せてあげて、足の長さを。トノの、ふ、うん、ふ、うん、トノが、いいよ、やるから。トノが動画で見るたび、ただいま1歳4ヶ月の息子を寝かしつけ中です。わー、大変。寝かしつけってこのぐらいの時間にやるの？もう
早いよね。わかんないの、まだ全然経験してないから。寝かしつけの話聞くとね、うん、選手もなんか寝かしつけてる時に自分もなんか寝ちゃったみたいな話を聞く。まあ寝かしつけっていう寝かしつけをしてないんですよね。寝かしつけってどんぐらいからやの、寝かしつけって。まあ早いというか、寝ない子は早い、今の時期とかも寝かしつけしてんじゃないの。そうなの、うん、どうなんだろう、わかんないけど。目がままにですね、だって。はい、似てますか。あーでもパパに似てパッチリ二重だね。何パパに似てパッチリ二重。どの顔が言うてん。ちゃんと突っ込んでやる。ちょっと今コメントを残したいんですけど、何でも。じゃあこれ合ってるかな。これ横になっちゃってる。これは違う。最初です。宮崎の台風はいかがでしたか。やばない。いや、やばい。宮崎の台風やばい。風強くて、なんか10年以上こんな強い台風ないみたいな感じ。ね、何十年ぶりみたいなね。電ここの隙間から電線見てたら、電線がグワン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 になってたからびっくりしたよ。びっくりしたね。風も強くて、まあでも僕たちのところはそんなに停電とか被害もなくね、少なくね、うん、これなんですか、残しくねと。違うの。まあいいけど、そういうことじゃない、うん、ちょっと初心者なんで皆さんすいません。殿が動画で見るたびに大きくなっていて、一緒に成長を見届けられて嬉しいです。ああ嬉しい。見るたびに大きくなってるって分かってくれてるんだ、嬉しいですね。だってこの動画で言うと、まだお腹の中にいた頃から撮ってるから。そうだよね、それもすごいよね。そうだよね、お腹にいる時だもんね、うん、それがこんなに大きくなって成長中です。すくすく、くすくす。台風はもう過ぎたでしょうが、チームの練習に支障はないですか。あーチームは、昨日と今日が休みになって、で明日からまあ負担通り練習できるかなって感じです。まあ、試合は、延期になったんですけど、まあ、まだ未定ということで、いつ入るかわかんないですけど、明日から正常に通常運転でまた練習できそうです。そっちから行くの。どこだ。あ、もっと上だった。滝沢選手とタメです。あ、タメ、1993年生まれかな。29歳。よろしく。こんばんは。タメよろしく。さっきまで滝沢選手が泣いてるインタビュー動画5、6回見てましたから。繰り返し。あ、それあれだね、最初は多分ちょっとわいい感じと思って、うん、2、3回目から多分笑って見てたのかな。癖になっちゃう、うん、友達からもう、いや爆笑したわってめっちゃ連絡した、うん、笑えない、うん、夜ご飯もう食べました。夜ご飯は水炊き鍋です。ただただ野菜と鶏肉、豚とかをもうぶち込んでポン酢につけて食べるっていう簡単ご飯でした。なんかお休みの日はあんまりご飯を作りたくないので、そんな感じでした。何も、ね、普通に美味しいからね、水炊きでも、うん、美味しい。取ってて、出産妻がつわり中ですが、旦那として助かる行動は何ですか。だってつわり中、つわり中の旦那として助かる行動。あ、私か。そうですよ、俺わかんないもん。なんだろう、なんだろうな。でも本当に動けない時とかは、なんか何、なんか食べたいものあるとか、買ってきてほしいものあるとか、うん、そういうのをやってくれたりしたら嬉しいかな。どの程度にもよるかもしれない、つわりが。あとはアンテナ張って気をつけるってことね、気使って。うん、なんかもうすでにちょっと忘れてたんだけど、どんな感じだった、座り中。何も覚えてないじゃん。座り中はめっちゃ食欲がね、なくて、フライドポテト食べたいって一緒言ってたね。うん、シェフさん何してくれてたかな、座り中。家事してたんじゃない、俺。家事してたか。家事は普段からしてない、割と、うん、でも結構眠くて、私はずっと寝てたりとかしてたから、うん、なんかそれに対して
なんか怠けてるみたいなことを言われあ、言われたんだ言われてて言ってなくない？なんかあったんだよな、それ事件が。そう、なんかそれをあ、つわり中だから寝てるんだなみたいな風に見てくれると嬉しい。見てる？なんか結構ナイーブな時期だから、なんか怠けてんじゃんとか言われると嫌だね。あとご飯はとか、しゅうさんは言わなかったけど、ご飯はみたいな。つわり中はあの夫から見るとこう、なんか妻もなんか感傷的になってるっていうか、こうメンタルがいつもと違うから、うん、なんかそこら辺が地雷だらけになってるから、そうそうそう、自分がそう思ってなくても地雷を踏んじゃうことがあるから、うん、こう発言には本当気をつけてください。気をつけてください。今まで対峙した選手の中でこいつはやべって選手って誰ですか？あー、でも競り合いとかで衝撃って体強いなと思ったのは、うん、あの横浜 FC の時にやったイバ選手かな。普通日本人選手だったら競り合う時にこう後ろからディフェンダーがこう背中で手でこうやってキープしながらヘディングしたりするんだけど、うん、その手をもう背中でゴリゴリゴリって押されて言われた時は、うん、おーって思った、うん、あと焦ったのはこうディフェンスでこう浮き球がポンポンって跳ねてる時に後ろからピーター・ウタカ選手がこうやってバーッと追っかけてきた時に、やばいやばいやばいってちょっと思った。迫力が確かにやばそう、うん、外人選手はね、うん、体強そう、強いね、日本人にはない、びっくりするね。だから慣れないと。今生後2ヶ月の娘がいます。年トレ何かされましたか？年トレはしてないです。ちょっと参考にならなかったら申し訳ないんですけど、でもどうしてたかな。でも時間というか11時に寝るんですけど、滝沢家は11時になったら寝室に連れてって真っ暗にするっていう感じだったので、それが今は習慣づいてくれて、割と3ヶ月くらいでも習慣づいてくれてて、寝室に連れてったらもう勝手に寝てくれるんですけど、どうなんだろう、寝トレしてないんだよな。寝トレしてないね、うん、でもなんかあんまり泣いたらすぐ抱っこみたいな感じはしてなかったかもしれないです。なんか割とゆるーく抱っこもするけど、なんかそんなにすぐあーやばい抱っこしなきゃ泣き止ませなきゃみたいな感じではなかったので、割と自由に寝てくれる感じです。なんかそんなに、ちょっとごめんなさい参考にならなかった。念トレっていう念トレはしてないですね。トレーニング系とかやってないよね。なんか自然にじゃない、うんうん、自然に寝てくれたかもしれない、うん、なんか結構ほっとくと勝手に寝てたりもするんで、うん、それも一回試してみてもいいかもしれないですね。ん？なんでその下行かないの？これこれ。宮崎市平和台公園のバイキングおすすめです。行かれたことありますか？あれですかね、オーガニックレストランじゃないかな。そうだよね、オーガニックレストラン、めっちゃ行ってます。めっちゃ行ってます。おすすめです。なんか九州のバイキングランキングみたいな1位になってて、あ、そうなんだ。そう、俺がお世話になってるあの整骨院の人、うん、下野鍼灸整骨院の、うん、下野さんもなんか YouTube 見てくれて、あそこ妻と行ってくるわって言って行ってくれて、そしたら満足してる。そう、あそこはなんか結構軽いからね、うん、軽いというか宮崎のお野菜を結構ふんだんに使ってて、地産地消だっけ、うん、っていうのかな。そう、だから体にいいものばっかりで、鶏肉とか魚とかもあるけど、なんかお腹や、なんていうのかな、たまらない、たまらないじゃない、うん、いっぱい食べてもね、お腹いっぱいにはなるけど、そんなもたれない感じね。そうそうそう、次の日に残んないからいいですね。新しく車を買うとしたら何が欲しいですか？いやー、じゃあ俺は、うん、なんだろうな、俺は今何が欲しい？今なんだろうな、今ボルボの XC40 乗ってるから、 XC60 1個ランクアップして乗れるように頑張りたい。気に入ってるんだよね。そう、今の車が、そう、今の車3年乗ってるけど結構気に入ってるんで。それかな、うん、レイラは、なんだろう、でも今ハスラーなんですけど、私はとりあえずトノがもうちょっと大きくなったら、多分こういうドア大変ガチャっていうスライドじゃないと大変だから、スライドドアのなんか径が欲しいですかね。そんな感じです。
お二人の出会いって何ですか？昨日ちょっと軽くインスタライブ20人くらい見てくださってたやつをやった時にちょっと言ったんですけど、どっから話せばいいんだろう。知人。いい。一応高校が一緒なんですよ、もともとは。でもお互いその時は知らなくて、でその高校時代のサッカー部の友人が、まあ、私知り合いで飲み行こうよってその周平さんの友達が誘ってくれて、それで一緒に飲み行ったっていう感じですね。それが一番初めで、2019年に出会いました。錦糸町でね。錦糸町で飲んだ。その時まだお酒飲んでたよね。飲んでたね、まだ。今全然飲まないけど、ね、そう、私お酒すごい好きなんで、そこで会って、出会って5分で意気投合したくない？確かに。めっちゃおもろいこの人って思ったのはすっごい覚えてる。水戸から来たからすごい遅れてきて遅れてきてどんな感じだった？遅れてきてめっちゃおもろかった、うん、かっこよ。5分で爆笑したのを覚えてる。かっこいい。気があったよね、最初から。奥様、スタジアムグルメで食べるのは何を食べたいですか？ポテトです。私ポテトがすごい大好きで、あ、でも西森さんってあれだよね、多分テゲバの今スタグルやってるっていうのを私は。スタグルやってんの？スタグルのなんか打ち合わせをしてるみたいなのを見て楽しみにしてます、鶏肉かな。ああ、はい、どうだろう、詳しくちょっと見れてないけど、フライドポテトね、だって一番好きな食べ物でしょ。うん、大好き、昔から大好き大好き。2番目が？2番目はポップコーン。アメリカのどれの好みが？いや、ポップコーンはあんまり最近食べてなかったんですけど、でも週3の代理人がね、ポップコーンをくれて、ね、それを久々に食べて、やっぱうまいわと思って。うまかった、無添加のポップコーンとかもあるからね、それ、うん、たまに買ったり。ポテチとかポップコーンって意外とね、無添加のね、うん、そう、あるシンプルなやつ多いもんね。いや、でも参考になるかな。でもポテトはみんな好きですよね。何がいい、何があったら嬉しい。でも手軽に食べれるものとかいいんじゃない、片手とかで。なんか、なんだ、なんとかサンドみたいな、うん、とかね、うん、子供を連れてきてる人もいるから。ああ、なるほどね。なんかポロポロこぼれちゃうと大変かもしれない。なるほど、子供目線いいね。そうそう、頭によく、あ、なんだっけ、なんかね、チーズバーガーかなんか、違う、なんか食べた時にめっちゃ頭に落としたのな、私。だから、そう、大変だなって言って頭見たらめっちゃカスついてた。そう、カスついてた、頭に。かわいそう。まあ、ポテト嬉しいです。でも、楽しみにしてます。正常に練習できるなら、やばい、めっちゃ前のやつだ。何よ、いいよ。何よりです、よかったですね。ありがとうございます。もう好きな YouTuber 教えてください。あー、むず、YouTuber か。でもあれは見てるよね、チームメイトだった田中圭太選手のね、独身 J リーガーの日常。独身 J リーガーと最近始めた西岡ファミリー、西岡大志選手のね、は二つかな、今上がってるの。それは両方見た。ね。あとは、ナコナコとか。ナコナコ見てた。昔から見てるのはナコナコチャンネル。ナコナコカップルだっけ。面白いよね。めっちゃおもろい。芸人ですかっていう掛け合いが。いいよね。いいね。あとは、バンバンザイとか見てる。ああ、俺見てないの。最近見てないの。パパラピーズとかも見てた。ああ。平成フラミンゴ。あ、平成フラミンゴめっちゃ面白いから。それを見てるかな。そんな感じで。編集の勉強になるわ。編集からみんな。ヒエソンとか、違う YouTuber とか見てそうだけど、私とは違うそう。あれ、なんだろう、そういう YouTuber っていう YouTuber も見てないから。なんか勉強系とか。そう。自己啓発系だよね、多分。サーメン、やめてさ。両学長。あ、両学長。両学長めっちゃ見てる。両学長の両学長じゃないんだ。わかんない。あ、今日の晩ご飯は水炊き鍋でした。水炊き鍋、美味しかったね。柴崎岳と同世代。です。柴崎岳選手と同世代は俺の1個上の先輩だった。さっきの方誰か、あ、違う、あ、柴崎岳は1個上だもんね、1992年だもんね。あ、そうなんだ。1個上、30歳の代ですね。僕は29歳です。このライブ残してくれますか。まあ迷うな、どんぐらい残したらいいんだろう。 YouTube ライブ、粗相を犯さなければね、粗相を起こしたらすぐ消そう。そう、何も問題なければ残します。どんぐらい残すのが普通なのかわかんないから ね、おいおいだろ。水戸と山形のことは今でも気にかけているんですか。もちろん、もちろんです。昨日もね、山形の試合見てたしね、うん、見てました。
ハイライトとかね、見たりとか、ハイライト山形と三田はね、結構見るよね、うん、ほぼ。あとインスタフォローしてるし、あ、そうね、そういう感じでチェックしてます。確かに、情報が入ってくるしね、うん。やっぱり水戸にいた時と宮崎だと年俸とか昇給とか待遇は違いますか？あ、わ、すごい、言っていいのか、すごい質問すごい答えにくい質問来たよ。まあでも J2 と J3 は ね、 J2 と J3 はね、やっぱ違うからね、カテゴリーによっても。こんばんは。サッカー選手と元ソフトボール部の間に生まれたお子さんはやっぱり運動神経が良さそうとか感じる時ありますか？あ、足強いよね、うん、足がまだ立てないけど、すごい強いもんね。そう、ピーンって張っちゃう、ね、あと蹴る力がすごい強いかもしれない。足強いね。赤ちゃんみんなそうなのかもしれないけど、うん、なんか足強いな。足ね、キレバンバンってね、すごいキレで動くから勉強になる。生まれた時、生まれた時っていうか、まだ月齢浅い時からもっと、うん、結構足強かったよね。強そうな感じはしてました。で、俺結構体の胸につきやすいよ、前の方に、うん、レナ結構背中側につきやすいな、筋肉、後ろが強いから、だからハイブリッド強い分かんない、両方強いんだからもう。逆にさ、うん、逆を取っちゃってるかもしれない。見てこの吸い付きすごいんだからね、やばい、よだれが、このよだれの量はもうただもんじゃない友達はこの前男の子のパパになったのですが、出産祝いはどんなのが嬉しいでしょうか？あー、出産祝いどう、母親目線でもらって嬉しいもの。でも友達だもんね、なんか結構近い関係だったらやっぱお金とかは一番ありがたい。お金、お金近い友達にお金送る？でも私お金もらったりしてよ、友達から、うん、結構本当に仲いい親友みたいな子はもうお金でみたいな。じゃあ逆にアマゾンギフト券とか。あ、でも嬉しいかな。じゃあお金以外でやろう、それはさすがに。お金、昨日も言っちゃったんだけど、うん、フード付きのバスタオル、うん、今治タオルで私もらってめっちゃ嬉しかった。ないのそれ。今もすごい活用してる。何がいい、フード付きバスタオル持ってきて。持ってくる。フード付きのバスタオルはね、めっちゃ使ってるよね。めっちゃ使ってる。今日も使ったよ。こうちょうど頭もこうかぶってね、可愛いんだよね。こういうやつ。耳がついてて、こういう感じ。へい。こういう感じでくるめて。こうやってくるめるから。なんか頭も冷えないし、冬場に生まれたから頭冷やしたくなくて、めっちゃいいよね。これはすごい活躍、大活躍ですね。もうめっちゃ可愛いよ、ほの。ほいでほいで、まあ、あとは80とかのサイズの洋服って結構長く着れるみたいで、それはみんな80サイズの洋服ね、うん、触れたりもしたかな、うん、スタイとかもめっちゃ使うしね、今。なるほど。あと私は実用的ななんてものをカタログギフト、あ、その人が欲しいものが手に入るっていう。なんか赤ちゃん用のあったよね、友達に渡したよね。でそのアルバムになってて、そこにそのいろんな商品がの紙が入ってるんだけど、それを抜けば写真のアルバムとして使えるみたいな。それめっちゃ良くなかった。いやいや、相手がなんか具体的に何欲しいか分かんなかったらカタログめっちゃいいよね、うん、とか2人目でしょ、しかも、あ、違うか、違ったわ2人目、3人目とかだと持ってるとかもあるからね、うん、2人目とか考えてますか？考えてます。2人ね、欲しいね、2人目欲しい。次女の子がいいなーなんてことを思ってます考えてるんですけど、私帝王切開で、帝王切開の場合1年空けなきゃいけないんですよ、次の妊娠まで。で3月3日に生まれたんで、3月3日以降じゃないとダメっていう感じですね。3月3日に男の子生まれたから、5月5日に女の子もなるほど、いいね山形で一番楽しかったことは何ですかって。一番楽しかったこと、うん、何だろう。いいでしょ。でも難しいね。難しいね。思い出あるんだけど、何だろうね、一番楽しかったこと。やばい、みんなでキャンプやったことかな、うん、シーズンの終わりに、シーズン終わりにキャンプやって、自然いっぱいでキャンプやるところも身近にあってね、楽しかったね、うん、芋煮やりました、その時外で食う芋煮がめっちゃ美味しい、うん、美味しかった、ね、締めのカレーうどんね、あれ一番うまい。イブくんが次カレーうどん
にしようっていうそのいっぱい残った資料をバシャンってこぼして藤田選手がそうっていう大事件があってみんなパンクしちゃいました。痛い、うん、痛い、うん、9月の八戸線関東から見に行きました。九州の所有には慣れましたか。だってうわえ八戸まで、八戸までありがとうございます。関東から八戸はね、八戸って青森だ、青森県。いや飛行機通ってんの。飛行機あったから、うん、うん、あったあった、うん、みそ、うん、九州の、九州の甘い醤油使ってなくて、うち確かに使ってないね。でももともとというか、なんか私大学の時に4年間九州料理居酒屋でバイトしてて、だから甘い醤油大好きなんで、割とたまにね、お店とかにね、うん、出てくると美味しいよ、ね、めっちゃうまい。お刺身と合いますよね。確かに今夏い歌かもやばいやばい、コメントが歌か J1 でも上位に入るフォワードかと思います。確かに、これはね、迫力すごいね、うん。オルンガ選手とは対峙しましたか。オルンガ選手は対峙しますしてないですね。ちょうど レーソルでやった時もちょうどなんかいなくてやってないですね、オルンガ選手は。見たことある。ああ見たことはあるね。あ、水戸の時かな、見たことはあるわ、うん、やってはないけど。今年の J1 昇格チーム3チームはどこだと思いますか。え、むずじゃあランキング見れてないんだよな。確かに今でも昨日新潟が首位っていうのは知ったんだけど、ああもう岡山3位、岡山に上がってほしいな、うん、あの川野涼介選手とか仲良い選手、ね、仲良くて徳本もね、徳本選手もいるし、琉球で一緒だったね。そう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 、だから岡山に頑張ってほしいですね、まあ、頑張ってほしいという意味で岡山と。はい、そうです。え、ってか昇格3チームすんの。1個プレーオフ、そういうことね、プレーオフ、うん、なるほどなるほど。今季の山形はプレーオフを勝ち抜く力あると思いますか。山形はありますよ、毎年。山形はやっぱみんなうまいし、いつも上位にいる、ね、イメージが、ね、昨日も素晴らしいゴール決めてたし、うん、陸からのパスで大輝くんが決めて、層が厚いって話してたよね、昨日試合見てて、山形の、うん、もう控えがすごいみたいな、ね、層が厚い、うん、ということで、次周平選手に質問ですが、綿引光選手も茨城出身ですが、茨城の話とかされたりしますか。あー、なんかたまにするな、コートは。うん、どこら辺なので、鉾田かな。で、なんか家族が、あの実家が農家やってるらしくて、綿引ファームみたいな、うん、で、なんかその T シャツを多分なんか何人か選手に配ってて、あの上田選手とかこの綿引ファームの T シャツでなんかいろいろ歩いてたりして、めっちゃいいじゃん欲しいな、ね、言っといてよ、言っとこう、嫁が T シャツ欲しいって言っとこうサッカー選手を卒業したら何かしたいとかありますか。いやー、なんかこれっていうのは具体的にまだないんですよね、うん、まあでも、うん、話してるのはなんだろう、普通のって言ったらあれだな、サラリーマンじゃなくて自分で何かをしたい、うん、そうとは言ってるよね。で、私も働きたいんで一緒に何かできたらなっていう感じです、うん、確かにそれがいいね、うん、宮崎といえば焼酎も有名ですが何かお気に入りできましたか。あって、酒飲んでないもんね。そう、お酒私は授乳中飲めなくて、焼酎なんだ。周平さんは体を気遣ってもお酒は飲んでないね。今年飲んでないね。飲んでない。焼酎有名なんだ。そっか、黒霧島しか知らないいろいろあるんだろうね。確かに、なんかでもプレゼントに美味しいふさわしいなんか焼酎とかおすすめあったら教えてください。確かに知りたい、ね、なんか断乳したら飲みたい。ああそうね、お酒ほんと好きなんで。それやろう企画で、うん、やりたい断乳後乾杯。やばいね、初めて飲んだらすっごい酔っ払いそうな気がする。楽しみにしてます。水戸の美味しい飯を教えてください。水戸は、お世話になったこのフリッツァっていうイタリアンのお店があって、うん、そこは水戸の選手もよくお世話になってて、美味しいよね、うん、レナも食べてパスタとかで、デザートもあって、ポテトポテトね、またポテトうまいよな、ガーリックポテトね、うん、美味しい。なんか自粛中だったんだよね、その時めっちゃ食べてた。あと焼肉は名楽っていう焼肉が、これも結構水戸の選手に行くんですけど、そこも結構
そんな高くなくて、高すぎず美味しいって感じで、うん、めっちゃ美味しいよね。明楽行きたいって言ったら、てかずっと言ってるよね、明楽行きたいって言ってる。明楽行くために水戸行きたい。そうそうそう。花金カップルおすすめですよ。花金カップルね、いいですよね。最初というか一時期見てたね。見てた。花金カップルちょっとたまに参考にするもん。え、しかもさ、パッツヤだっけ、うん、サッカーのなんか入ってるよね。あ、そうなの、うん、チーム。あ、そうなんだ。多分花金カップルね、確かに。私の記憶が花金カップルもう一回見よう、ね、うん、あの彼女がめっちゃ美人なの。山形からいつも動画見てます。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうさまで、せーの。ありがとうさま。金髪企業起業家ヒカル。ヒカルね。ユーチューバーね。あ、ヒカルたまに見る。あ、見る。俺も見る。ヒカルも、ヒカルさんもこう全部こう字幕にし出してるよ、うん。それ見て見やすいなと思って、俺もやっぱり全部字幕入れようと思ってやってます。うん、お待たせ。あ、出た、野村。高校の時の友達、インスタの名前おにぎりボーイ。おにぎりボーイ、おにぎりボーイ来ました。宮崎だとさつまいもや里芋のフライドポテトもできそうです。あー、めっちゃいい、やりたい。あれさ、あの山形のヤッショーマカショっていう店で食べたよね、うん、なんだっけあれ、里芋と3種、ポテトの3種盛りみたいなで、じゃがいもと里芋とさつまいもだったっけ。うん、でも日によるあれめっちゃ美味しかったね。さつまいも、じゃがいも、長芋かな。長芋か、うん、確かにこれいいかもね。うん、やりたい。けど揚げ物やったことないんだよな。確かに揚げ焼きならいいかな。鹿児島対 北九州は鹿児島が勝ちました。あ、そうなの。今日鹿児島強いね。へえ。奥様、ポテトですね、頑張りますだってありがとうございます。ありがとうございます。喜びます多分。でもなんかお手伝いとかできたらしたいな。うん、J3 で年俸1000万以上の選手はいますか？多分いると思い、あー、どうだろうな。チームによるんじゃない？チームによるか分かんないね。どうなんだろう。宮崎はどうですか？あ、山形とかいそうとか、ね、うん、宮崎はどうですか？宮崎は最高、いいよね、やっぱ南国って感じで、うん、また山形とは違った良さがあってめっちゃいいですよ、うん、ご飯も美味しいしね。うん、美味しい。J2 上がって山形来てください。確かに頑張ります。対戦相手として山形に乗り込むみたいなのもいいの。いいね、頑張ろう。ヒューガは行きましたか？行ってない。行ってないね。ヒューガってどこ？ヒューガって読むのそれ？ひなた、わかんない、わかんない、無知すぎるな、ちょっと。すいません、でも行ってないですね、読み方わからないから行ったのは日南三メス、あ、三メス日南か、うん、青島、うん、くらいです、ね、行けたのは。行きたい、いろいろ。 J3 の選手でサッカー以外の仕事を してる人っているんですか？あ、いますね、全然 J3 は、うん、やっぱりサッカーしながら仕事してっていう人は結構いると思います、うん、ボルボまだ乗ってますか？まだ乗ってます、好きなんで、もう愛着湧いちゃって西松屋とバースデーは利用してますか？利用してます。西松屋の方が使ってるかな。洋服とかすぐもう着れなくなっちゃうんで、ほんと安いのでいいかなっていう感じで西松屋よく行くのと、バースデーはたまに行くかなっていう感じですね。赤ちゃん本舗の方が行くかな、私は。うん、近いしね。うん、近くにあるんで。赤ちゃんの服はどこのブランドが好きですか？ブリーズみたいな、イオンに入ってるね。そう、ブリーズっていうお店ね。ブリーズだよね。ブリーズ、あそこよく行きます。なんかあんまり買わないんですけど、たまに安くなったりしたら、え、それ買おうみたいな。絶対買わないのに毎回行くよね。毎回ブリーズ行こうって友達にでもお祝いでもらって結構何回も来てるし使ってる。でもあれ普段買わない分嬉しいよな、あそこ、うん、なんだっけ、うん、どこだっけ、うん、ブランド、うん、ミキハウスか。あ、ミキハウス、ミキハウスとかもらうとテンション上がる、ね、あ、でもお祝いのもう定番みたいな感じで、でちょっとお高いんでね、自分では買えない。買わないからね、嬉しいよ、うん、ソフトボールを始めた経緯は何ですか？私の父がもともと昔から野球やってて、うん、でソフトボールを今もやってるんですけど、その草ソフトボールみたいな、うん、小学校でやってて、でお姉ちゃんいるんですけど、姉もソフトボール部だったんで、で2個上でなんかよく試合とか見に行ってて、で私左利きなんで、その顧問にもう小学生の頃からもうピッチャーだなみたいな、うん、
ソフトボール部入ってお前はピッチャーだみたいな言われてて、なんかそれを鵜呑みにして入った感じですかね。でピッチャーやってました。出産祝い情報ありがとうございます。めっちゃ助かりました。いえいえ、よかったね。何でも質問してください。何でも聞いてください。プロサッカー選手目指している自分に何か言葉いただきますか。すごい。あ、なんだろうな。でも俺もプロサッカー選手になったのってなんか途中で何回か諦めてるよ、うん、中学とか高校では、うん、だけどやっぱりサッカーしてるのがすごい好きだったの、うん、やっぱ好きって気持ちがずっと変わらなくて、うん、好きなサッカーを続けてたいなって思って頑張ってたら結果プロになれてたみたいな部分もあるから、うん、なんだろうな、こう常に好きでいるってことかな、うん、そうすれば勝手にこうどうやったら上手くなるかなとかも考えるし、練習するのも苦じゃなくなるから。確かに。そう、嫌いになっちゃったらね。そう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 、いやいやったらね、努力するっていう気持ちになんないよ多分。好きだったら、うん、好きでいること。そう、好きでいることかな。好きを突き詰めていったらっていうこと。そう、俺はね、うん、山形で一番上手かった選手トップ3は。トップ3、トップ3むずいな。上手かった選手、ああ中村敦孝選手めっちゃうまかった。うーん、今岩手ね。今岩手、なんかもう足元の技術めっちゃあって。うーん、コータとかもやっぱめっちゃ、山田コータ選手水戸で一緒だったんだけど。そう、2年なんか一緒なのに、うん、うまいし体の無理も効くから。あで得点に絡めてすごい。薬あー、でも南修斗選手、あうまい、同い年なんだけど、なんでっていうのなんか見ない、周りを見てないようで全然なんか見えてるし取られないよね。あ、後ろに目あるんじゃない。そうで、なんかコーチが聞いたのよ、修斗に、どうやってそんな周り見えてるのみたいな、うん、そしたら後ろを見るときはこの肩らへん見れば、自分のここの肩見れば後ろが見えるって言ってた。え、すごいと思って、そのコーチもめっちゃ驚いてたんだけど。え、見えるのそれ。自分のここ見ようとしたらちょっと後ろ見えない。あ、見える。そしたらこんな大きく振り向かなくても見えるみたいな。なるほどね。あ、こういうこと、ね、そう。え、それ言語化してんのすごいと思って。確かに、こっちやったら見えるみたいな。分かってやってる、しれっと見てんの、ね、すごい、すごいです。こんばんは、タッキー奥さん元気そうで何よりです。赤ちゃん可愛い。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。元気です。元気ですね。元気にやってます。殿もすくすく成長しています。ね、ちょっと今眠い。ずっと起きて。テゲバで一番優しい選手と一番女性にモテる選手は誰ですか。一番優しい選手。優しい選手いっぱいいるけどな。わあ、優しいなって思う人。優しいな。誰だろう、まあ、一番モテるのはライじゃない、やっぱり、うん、清水ライ選手、うん、今時だよね、うん、今時の顔してるよ。なんかさ、ツイッターとかの話題になってたから笑ってるやつ、テゲスポね。そう、優しい選手みんな優しいからな、うん、もう飛ばすわ。綿引きは茨城に多い名字ですよ。そうなんだ。そうなんだ。あ、でも私も友達に綿引きいるわ。そうなんだ。俺の地元、茨城の取手市では海老原が多かった。へぇ、だからなんかその土地土地であるよね。うん、牛久のところは橋本さんっていうのかなんか7世帯ぐらい連続だって。そうなん。そう、らしい、聞いた、橋本さんにそれ聞いた。あ、水戸で、あ、有料チャットくれた、初めて、嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。エルレガーデニングさん、ありがとうございます。初めてじゃない、嬉しいね。まだ見てくれてるね。エルレガーデニングさん、ありがとうございます。水戸で初めて買ったグッズが滝沢選手でした。どこのチームに行っても応援してます。わー、嬉しい、嬉しいね。水戸で初めて買ったグッズが滝沢選手は渋いね。うん、なんでなんだろう、なんでなんだろう、理由教えてください。だいぶ珍しいってあんま読み言わない。売れ残るタイプでしょ。売れ残るタイプって言わないで。売れ残ったらどうしよう。違う、売れ残って、売れ残ったグッズ集めますよ。そう、なんですよ、売れ残る前提で言う。ありがとうございます。どこのチームに行っても応援して、ありがとうございます。だからこうやって言ってくれる人のためにもなんかこういう発信続けられたら嬉しいよね、うん、確かに。いや、嬉しいな、ありがとうございます。はい、夢です。見れた、見れた、夢さん、ありがとうございます。夢さん、いつもコメントありがとうございます。親戚のような感じ、ね、梅津さん、本当にそう。よし、こんばんは、よしさん、こんばんは。初見です。こんにちは、初見です。よろしくお願いします。ありがとうございます。池さん、よろしくお願いします。滝沢家3人でやってます。よろしくお願いします。山形の蕎麦はどうでした。山形の蕎麦も美味しかった。え、待って、どっか食べた、あ、あそこ、なんだっけ名前、
練習場の近くにある、近くじゃない、通り道にある。アコロじゃなくてさ。あれね、あそこ。でもなんか10割そば、うん、結構小麦取らないようにしてるから、そば食べるときも10割そば食べるんだけど、それが普段だともっとなんか、なんていうの、弾力が少なかったりとか、うん、もちもち感がなかったりするんだけど、山形のそばはなんか10割そばでもなんかもちもちしてすっげー美味しくて、それ衝撃受けた、うん。山形のそば美味しいです。ね、10割そばなのに美味しいっつって食べてたよね。うん、ミトワイン、ギミでした。ミトのワイン、うん、飲んだことないの、うん、美味しいんだ。ミトワインだったの。ミトワインだったんだ。殿、うん、のワインブームは何ですか。あわわわわーってやること。なんかこう、口の前にこう手を出たらあーって言ってくれるから、ね、あーって多分 やってくれるのを分かってやってる。あとなんか、物の縁をかじること、うん、そのベッドの縁のをかじったりとか、よく多分赤ちゃんあるあるなんだと思うけど、うん、それタグとかも、ね、なんかあと私たちが持ってるものとかに興味津々、うん、携帯とかそこに向かって、確かにすごい持ってるものに興味持ってるね、うん、今 あとこう爪でこうやってガリガリする、ガリガリめっちゃあります。前分駅南のとんかつよしえとか行かれましたか。あ、水戸かな、とんかつよしえって違う、うん、なんか有名だった気がするんだよね、うん、行った行ってないな、なんか一昔前に結構みんな行ってたみたいな、うん、行かなかったな。プレゼントにおすすめなのは100年の何孤独や、これどっちなんだ、ヒューガ娘、日向娘、一人歩き、あもう読めない、姫宝玉とかが個人的にはおすすめ、ね、確かに、ありがとうございます。ちょっと調べてみます。コメント、山形サポ多いな、ありがたいね、山形サポというか、なんかこうやって離れても見てくれてるっていうのが本当に嬉しい。それが嬉しいよね、本当ありがとうございます。ありがとうございます。茨城の干し芋は好きですか。茨城の干し芋は好きです。食べたことない。美味しい、食べたい。あの水戸の時の同い年の七選手がよく水戸で干し芋買って食べてました、うん、やっぱなんかアスリート食にもいいよね、多分砂糖とかも入ってないし、うんうん、干し芋美味しいよね、茨城の。去年の天皇杯の時、レイナさんに話しかけてたんですけど、覚えてますか。待って、天皇杯って去年、山形ナイター男の子かな、違うか。2回話しかけてくれた人は覚えてるんだよね。それはシータラさんかもしれないと。違かったらすいません天皇杯、夜だっけ、昼でしょ。昼だっけ、昼じゃないよ、夜暗かったじゃん。嘘、ちょっと記憶が、いつだ。茨城の紅天使の、紅天使の焼き芋美味しいですよね。そうなん、知らない、食べたことない。焼き芋も好きだもんね、めっちゃね。芋が全部好きだもんね、さつまいも、ね、食べたいね。大好き。熊猫チャンネル FC、こんにちは。こんにちは。こんにちは。園田選手のファンなのですが、普段どのような感じですか。あ、園田選手と、ね、あ、あれか園田選手は普段は明るくて、なんだろうな、明るくてなんかチームの人気者みたいな感じです。うん、なんかやっぱ後輩の面倒見もいいし、うん、同い年なんですけど家族で仲良くしてるよね。うん、奥さんとはめっちゃ遊ぶ、ね、なんか天然じゃない。ちょっと天然かもしれない園田選手は、ね天然の嫁が感じるというか。いや、私は天然ではないよ。え、天然じゃないよ、どう見ても天然だけど。トスサポですが、宮崎も応援しているものです。あ、ありがとうございます。トスといえば堀米選手。堀米選手は仲良くさせてもらってます、ね、一緒に応援してもらってありがたいね、うん、周平選手から見て山原浩太選手はどういう人ですか。プレーとプライベートで。プレーで意外と山田浩太選手って熱いよね、うん、熱い部分があって、うん、普段はこちなんかおちゃらけてんの、うん、冗談言ったりとか、みんなにコーチにも先輩にも後輩にも結構冗談言ったり、よくなんか明るくて笑顔って感じなんだけど、うん、プレーになると結構熱かったりして、そのギャップもいいのかもね、うん、長芋のフライも美味しいので、ポテト4種盛りで、あ、里芋、長芋、じゃがいも、さつまいも、あ、めっちゃいいじゃん、めっちゃ良くないこれ、やばい、食べたい、ね、大好きすぎる。水戸で仲良かった選手は誰ですか。1年目の時は
あれか浜崎拓馬選手、うん、がめっちゃよくしてくれてめっちゃ仲良かったですね、うん、で、あと川野亮介選手2020年もうめっちゃ仲良かったね、うん、あとはあと誰だろう、いやみんな結構仲良かったからな、見たね、うん、そのイメージがね、誰いたっけ、いや、みんな仲良かったわ、特に仲いいのがって感じかな、うん、去年の山形最終戦で見かけた生レーナさんは超美人でした生レーナさん、生レーナさん、梅津さん、いや、なんか梅津さんが、うん、あの梅津さんがいつもコメントしてくれてるっていうのはもう私たちの中の認識であって、うんうんうん、じゃあどんな人なんだろうねみたいな感じで、うん、で、最終戦見に行ってしたら、シュエさんのタオルかな、うん、持ってて、うん、こうやって見せてくれた人がいたの、うんうんうん、で、ありがとうございます、わざわざ買ってくださってみたいな話をしてて、うん、で、後々帰ったらそれが梅津さんだったっていう、う衝撃、一番嬉しかったよね、確かに嬉しかったね、ありがとうございます、山形だってほぼほぼ試合出てないからね、最後の2つ、そうだっけ、2試合だけ、うん、めっちゃ嬉しかった、梅津さんも顔も分かってるね、うん、あの方ですから、そう、ありがたいです、ね、ありがたい、期限付き移籍中の給料はどちらのチームから支給されるんですか、これは結構チームによりますね、契約とか、そう、契約状況にもよって一人一人違う感じで、そのレンタル元が全部払う場合もあるし、レンタル先と半々もあるし、多分レンタル先が全部払うのもあるのかな、うん、多分そのチーム人によって違うのかな、チームによっても、うん、スパイクはどこのメーカーのどのモデル使ってますか、アディダスのあれなんだっけ、プレデター、うん、アディダスのプレデターをずっと今履いてますね、もう 3,4 年かな、うん、ありがとうございます、ボブさんありがとうございます、いい報告できるように頑張ります、ありがとうございます、そういう頑張ってください、僕もなったら教えてください、ね、なったら連絡ください肩に目があるんですね、ああ南シュートね、うん、選手ね、そう、すごいよね、そうやって見てる人いるんだって、うん、先日チャンネル登録しました、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます、 J2 と J3 で技術面大きな違いはありますか、ま、違いはありますね、やっぱり一つ一つのミスが、やっぱりミスの数が違うのかな、うん、とかだったり、うん、チャンスを逃さないところだったりとか、まあ、大きな違いというよりはそういう細かいところで違いがいっぱいあるのかなって感じです。九州に来てからアビスパ福岡の湯沢選手と交流はありますか、そうなんですよ、アビスパの福岡の湯沢選手とはこう中学のチームが筑波 FC で同じチームで、中学のそうだね、でやでアビスパでやってるんですけど、今コロナでなかなか会えなくて、でも連絡は結構取り合ってますね。トシュさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。グータンダー31さん、こんばんは。あ、いつもコメントありがとうございます。ありがとうございます。海老原は小学校のサッカー少年団の同級生でいましたね。やっぱり茨城いるんだ、海老原さん。ああ、そういうことね。なんか俺、とあの砦 の, そのスイミングスクール行ってたの。うん。そしたらなんか、名前呼ばれるんだけど、なんとかさん、海老原さんみたいなのがもう10人ぐらいいて、海老原さん、なんとかさん、海老原さん、海老原さん、なんとかさんみたいな、え、砦海老原めっちゃ多いっていうのが小学校の時の少ない記憶である、うん、川田さん、こんばんは、こんばんは、トシュ、生配、トシュさん、生配信びっくりした、生の殿、生殿の殿、寝ちゃいました、ましたね、もうずっと起きてたんで、さっき、そう、殿見せたいな、でもちょっと怪しいなと思って、ね、もうちょっと寝てたらいるかもね、熊猫チャンネル FC さん200円ありがとうございますありがとうございます、九州出身サッカーを好きなものとして応援しています、九州を盛り上げてください、あ、九州出身サッカーが好きなんだ、うん、ありがとうございます、九州を盛り上げてくださいね、せっかく来たからできればもっと知名度上げたりとか、ね、うん、そういう風に貢献 していきたい気持ちもあるよね、うん、なんか YouTube とかから入って、うん、そこから宮崎テゲバをしてとか言う人がいたら、ああ嬉しいね、なんかやってる意味を感じます、ね、うん、名前面白い人、生姜焼き親善大使さん今日でも生姜焼きみたいなの、確かにね、ジンジャーソテーだったもんねそうそうそう、生姜焼きじゃん、こんばんは、こちらも家族3人で見てます、あ嬉しい、
生姜焼き親善大使さん、名前面白いですね、ありがとうございますそしてさん、滝沢家見てからアポロ行くようになりました。あ、嬉しい、もうこういうのが嬉しいよね、こういうのが嬉しい、本当にアポロ、皆さん、山形の皆さんアポロ行ってください、行ってみてください。あきこさん、あきこさんで、ゆうきさん、ゆうきくんが作ってます。メゴアンだ、メゴアンですか、そう、メゴアンだ、メゴアンです、メゴアン、山形の十割そばのお店、そうそう、メゴアン、メゴアン、天ぷらも美味しくてね、おすすめです。あそこ美味しかった、めっちゃ寒い時期に行った記憶ね。静岡在住ですが、松本サポです。お、松本サポさん、ありがとうございます。11月松本山形の対戦楽しみにしてます。陰ながら宮崎も昨年から応援してます。 YouTube 楽しみにしてます。 ありがとうございます。確かに山が今調子いいもんね、うん、ずっと勝ってるし。あと山がだって誰だっけ、ビクトル選手、富山亮選手、浜崎拓磨選手か、忘れてない、うん、そうだよね、うん、だ、もっと水戸と山形がめっちゃいるから、それは楽しみですね。結構注目してみてるよね。そう、注目してみてる、うん。池さん、赤ちゃん可愛いですか。ありがとうございます。可愛いんですよ。赤ちゃん。赤ちゃんって可愛いよね。可愛いですよ。トーキングドラムさん、初見です。ベイビー可愛いね。そう、初見さん、ありがとうございます。可愛いんですよ。いなくなっちゃった。似てる。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。あ、すごいって。この前アポロ行ったら国部選手と会いました。おー、選手結構行ってるもんね。慎太郎行ってるんだ。うん、確かに行ってるわ、行ってるわ。あ、行ってるの、ね、私たちに影響されたんじゃない。選手には迷惑かけてるのかな。そんなことない。あー、いや、そんなことないでしょそんなことない、そうだよね、うん、テゲバの期待の若手教えてください。あー、期待の若手誰だろうな。カイリ、シンボカイリ選手とか、うん、今年20歳かな、うん、やっぱ技術あって、うん、めちゃくちゃ慣れ慣れしいんだよね。俺29で、あいつ20歳とかあるんだけど、あ、タキ、タキとか言って、うん、20歳なお前。お前がこいつ、うん、モンテリオ、山形サンバです、ありがとうございます。名前でわかるね、モンテリオ、うん、シータラさん、2回話しかけました、あの時はお世話様でした。あ、やっぱそうだ、覚えてる、うん、そう、座り中、座り中、うん、で、なんか YouTube しばらく上げられなくて、でどうしようかなって思ってた時にスタジアム行って、そしたら、あの YouTube 見てます、すごい楽しみにしてますって話しかけてくれて、それで、うん、あ、もう一回 YouTube ちゃんとやろうって思ったきっかけになった。おー、嬉しい、うん、よかった、 YouTube のやつ、嬉しかった、嬉しかったです、ありがとうございます。遅くなりましたが、赤ちゃんおめでとうございます。ありがとうございます。モンテリオさん、ちょ、名前ちゃんと読んだ方がいいね、うん、伊藤翔太さん、清水健太いた時からチビチビ見て、今や熱血サポになりました。ホームゲームなら行ってます。え、何の話だ、ん、清水健太どこだろう。あ、モンテ、水戸かな、水戸。エルデガーデニングさん、グッズ買ったきっかけ同い年なんで、お、ありがとうございます。29歳、29歳か、同い年か、頑張りましょう、29歳、うん。グータンダさん、31さん、水戸サポです。茨城県は欲しいものしては 90% です。グータンダさんもめっちゃコメントくれてるから覚えてます、うん、覚えてる、いつもありがとうございます。 90% なんだ。え、ってことはそこら辺にさ、売ってるさ、うん、欲しいのは茨城、9割茨城ってこと、すごいね、食べたいな、欲しいも、あ、ね、茨城の欲しいも食べたいわ。今年茨城帰ったら食べますか。旦那の実家が欲しいもの家なので送らせていただきたいのですが、食品は受け取っていただけるんですか。え、もちろんです。受け取っていいんだ。受け取っていい、欲しいものとか全然いいでしょ。うーん、生ものじゃなければ大丈夫なの、ね、え、嬉しいです、ありがとうございます。あ、そういえば、そういえばそうだよね、あれね、送り先とかね、うん、プライベートであろう選手を見かけてたら声かけて、声かけようかいつも迷います。あー、プライベートの選手ね、全然いいんじゃないですか。人によるんじゃない。でも私たちは大歓迎、私たちはね、私たちはって、私はあれだけど、大歓迎です。大歓迎ね、僕も大歓迎です。本当、話しかけてくれたら嬉しいです。私も嬉しいですね、喜ぶもんね、飛んで喜ぶもんね。宮崎に知り合いというかお友達が2人しかいないんですよ今、だからこう話し足りなくて話
話すのが大好きなんで、だからこうやってライブとか最近ちょっとやってるんですけど、ライブ増やしていくのもありなのかな、うん、ちょっとなんかライブどうですか皆さん、なんかみんなも飽きてないかなって思ってるんですけど、ね、初めてコメントします。いつも山形から応援してるよ。お子様の成長を楽しみにしてます。ご夫婦仲良くてほんわかします。ありがとうございます。仲いいんですよ、ね、山形から見てくれるの嬉しいね嬉しい、本当嬉しい。なんか離れててもこうやって会話できてる気がしてる、ね、でもください。馬場さん、先ほどのはひな娘、宝玉が読み方です。馬場さんもよくくれるよね、うんうんうん、ありがとうございます。ありがとうございます。ひな娘、姫宝玉、へー、焼酎だね。こんばんは、わもさん、こんばんは。お二人の掛け合いが面白くて、いつも夫婦で拝見しています。これからも投稿を楽しみにしています。ありがとうございます。飾らなすぎて大丈夫だっていう時ある。確かに、そのまんますぎてね。まあでも、なんだろうな、親近感巻いてもらったら嬉しいよね。あー、あるよね、こういう夫婦みたいな。確かに。高野さん、水戸の秋葉監督は普段から暑いんですか。普段から暑い、普段から暑いですね。なんかめっちゃ泣いてたって言ってなかった。ああ、そうね。2020年の時。めっちゃ、確かに。情緒、試合終わり、感情豊かなのかな。情緒。勝った時も嬉しくて泣いてたりとか、もう本当熱い監督です。さ、キュンさん、サッカー選手の奥さんで大変なことは何ですか。なんだろう。なんか私はメンタル面。結構やっぱ左右されるかなっていう、うん、私はどういうところで、だから試合に出る出ないもそうだし、うん、試合に勝った負けたもそうだし、で本人のテンションもあるから、なんかあーすごいテンション今日低いな、なんか嫌なことあったのかなとか、なんかずっと考えてるかも、そういうこと。なるほど。だからやっぱ一年一年勝負だから、なんかそこに結構私も左右されちゃってっていうのはあったかな。なるほどね、うん、確かに共に戦ってるから、ね、なんかそう、私は一緒に戦ってるから、俺以上に悔しがってる時とかね、そう、泣いちゃう、私も俺超えてくるんですよ、そう、俺超えてこないでって思う。そう、だからまあ一緒に戦ってるんですよ、滝沢家は、うん、そうです。それ、そのメンタル面が辛い、うん、辛い、大変っていう感じ、自分で落ち着かせるのも。なるほど。なんて読むんだろう、この人のは。島村さん、周平さんはSNS でサポーターの人とやり取りしていますが、クラブによってはサポーターの人と SNS でやり取りしちゃダメとかあるんでしょうか。まあ、俺が今までいたチームではなかったですけど、他はどうなんですかね、うん、どうなんだ。でも俺はなんかこう嬉しいから、うん、ね、ありがたいから、そういう人はとはなんか大切にしていきたいなと思ってます。タコワサさん、こんばんは、いつも楽しく見ています。ありがとうございます。タコワサ、怖さ、食べれない、食べれない、わさびが食べれない、ね、辛いものが多い、そういうの多いよね、本当に食べれないもの多いんですよ。石崎さん、娘が大好きです。え、何の話だろう、何だろう、娘が大好きなんだって。何かを、何か大好きなんだろう。ありがとうございます。分かんないけど、ありがとうございます。たこわささん、お子様にもサッカーさせたいですか。私はさせたいと思っています。でも本人がなんか意思ができて、これやりたいって言ったら全然それを尊重するけど、まずはボールを蹴らせる、で、願わくば日本代表になるすると、あーともね、日本代表になるもんねとか言ってたまに怖い怖いんすよ。まあでもパパを超えてほしいね。怖いんですよ、洗脳が。育児は想像してたより大変ですか。想像してたより全然大変じゃなかった。私は想像してたのがすごい大変だったから、もう楽しいでしかない。なんかよく言ってるよね、うん、こんなに幸せが多いとは思わなかった、うん、育児で幸せが99で大変1って感じ。私はでも大変な家庭もある。そう、確かに。トノがよく寝てくれるしね、うん、外でもそんな騒がないし、うん、暮らしやすくしてくれてるのはありがたいよね。トシさん、一つ一つ丁寧に読んでくれて、二人ともとっても優しい。もう分かんない、初心者なんで、すいません。YouTube ライブ初心者なんて。いや、逆にこんなコメントいただけると思ってなくて。そう、もう何でもコメントください。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。ワモさん、本当にお子様可愛すぎて、いつも癒されます。ありがとうございます。本当に可愛いんですよ。本当にね、お子様は可愛いんですよ。すいません。すいません。可愛いです。くまねこチャンネルさん、めちゃくちゃ優しそうで、性格のいいお二人でほっこりします。実は知り合いの知り合い、つまり他人ですが、笑。
というつながりを聞いて以前から応援してました。これからも YouTube 楽しみにしてます。え、知り合いの知り合いなの、すごい。くまねこチャンネルさん、ありがとうございます。誰なんだろうね。どっちがなんだろう、おいで。私かな、私かな、さんかな、私か、私なんかちょっともし詳しく伝えられたら教えてください。長浜ちゃん、モンテ今7位ですけど昇格できると思いますか。モンテは、ね、全然チャンスあるでしょ。モンテは、ま、ず実力がすごいんで、ね、モンテはね強いんだ、本当に全然あるでしょ。くまねこチャンネルさん、本当に優しいお二人で素敵です。ありがとうございます。あ、スーパーチャットありがとうございます。スモーソサムサムカズ、ソメカズさん、ソメカズさん、ありがとうございます。ミトサポです。茨城へ帰る際の交通費に使ってください。ほら、1220円、リアルだな。1220円でどこまで行けるかな。どこだろう。でも、何で帰る、まず LCC、 LCC で帰ろうか、うん、あ、多分あの飛行機乗るじゃん、うん、あの空港へのタクシー代で消えるわ。タクシー、空港まで行けるかもしれない。行ける。でもあとは実費で行ける。面白、染川さん、ありがとうございます。ありがとうございます。もろいな、帰ろうと。マリさん、欲しいもの時期になったら送ります。あ、嬉しいです、ありがとうございます。欲しいものかね、ね、なんか結構今食事とかも気をつけて、そういうね無添加のものとかね、うん、結構食べてるからね。そう、欲しいものとか、欲しいものとかめっちゃ嬉しいです。美味しいね、ありがとうございます。ぬぬぬぬまさん、ライブありがたいですよ。10月9日の福島戦ユニスタに参戦予定ですので、参戦予定ですので、殿見かけたら声かけさせてもらうかもです。10月9日は行けますか。待って、いつだ。あ、もしかしたら行けないかも。10月9日は、あ、行けないわ。行けないの、ない何してんの、どこどこ、やばい、どこ、戻って戻って、ここだ。あ、分かりやすい、分かりやすい。なんかちょっと友達の結婚式で行かないのか。ライブありがたいのかな。定期的にやってもいいのかな、ライブね。もしどうなんだろう、皆さん参加していただける、どのぐらいのペースがいいんだろう。あら、そう、帰っちゃうんです、ちょっと参加できないんですけど。馬場さん、言うかな、うん、殿はお休みになったようですね。殿は寝返りは結構しますか。めっちゃします。もうゴロ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 ってね、何回転でもする、めっちゃする。もうなんか 3,4 回転ぐらい連続でするから、背骨柔らかと思って、ね、なんか一応シングルサイズのマットベスト置いてるんですけど、そこにタオル敷いて、そこでこう転がってもらうようにしてるけど、もう外出てるよね。ね、マットレスをこう置いてこう寝返りしてんだけど、はみ出るもんね、すごい、うん、こうもだし、なんか方向転換して横に対して、どうしようと思って、どうしたらいいんだろう。最近床舐めてるから、それが大丈夫かなって心配して、ね、あ、難しい件が来たよ。か、あの英語のコメント来たよ。メガラブシャウトアウトエブリワンフロムミンダナオフィリピン、フィリピン、フィリピンなのかな。Thank you. Thank you. くまねこチャンネルさん、ライブ配信めちゃくちゃ楽しいです。貴重な話も聞けて嬉しい。ありがとうございます。ありがとう。くまねこチャンネルさん、めっちゃコメントしてくれ。ありがとうございます。どんどんコメントください。何その動き。これできます？ミキさん、いつも楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。リーさん、滝沢選手、レイナさんに隠してることがあれば1個暴露してください。わらわらわら、小さなことでも。俺マジで何も隠してないからな。マジで隠してないからね。うん、ね、隠してないと思う。あれ何隠してる俺。何があんの、言ってごらんなさい。今白状しな。あ、あ、1個あったわ、ちっちゃいこと。あのご飯予想じゃん、しゃもじで、で、その残ったしゃもじこうやってあぶって食べて、そのままにしてる時ある。最悪。でも私使う前に洗うから全然いいけどね。クソ。ブータンダさん、長谷部監督は常にクールで、秋葉監督は感情先行している気がします。確かにギャップすごかったね。その通り。長谷部監督は確かに常にクールでした。クールすぎるよね、すごいよね。で、スーツ毎回着てるのがめっちゃかっこいい。あ、日中着てるよね、うん、だってあんな暑い中さ、ジャケット着て大変じゃないと思って。あれはいい、いい女性目線で、うん、かっこいい、うん、なるほど。スーツ屋さんでバイト、バイトじゃないや、働いて。そうだね、スーツ屋さんで働いてたもんね。スーツ屋さんで働いてたんですよ。秋葉監督が感情先行してる。確かに感情豊か。感情豊かね。でもなんか私そういうところあるっていうね、秋葉監督にちょっと似てるとか。ああ、そう、めっちゃ感情的になって
泣くからね、めっちゃ、うん、ちょっとしたことで悔しいって言ってめっちゃ泣く。悔しいってなっちゃう。すぐ悔しがる。なんかすごいすごいそれ。ムンチャさん、お二人が出会ったきっかけを教えてください。さらっとあのさっき言ったから、ね、高校が一緒で友達が飲み会を作ってくれた。俺の高校の親友が飲もうって誘ってくれて、ちょっと高校の後輩に可愛い子いるから飲み行こうって言ってくれて、何年か前に、うん、それで行って出会ったって感じです。意気投合。はい、ワモさん、ライブ配信嬉しいです。ありがとうございます。嬉しい。丸肩こりさん丸肩こりどういうこと。丸肩こりむずいな。こ凝っちゃってんのかな、丸く。そういうこと。うん、こんばんは、滝沢家。丸肩こり。こんばんは、滝沢家。はい、こんばんは。こんばんは。グミさん、滝さん、レイナさん、今来ました。こんばんは。あ、こんばんは。グミさんもよくなんかね、コメントいろいろくれるよね。うん。ありがとうございます。ありがとうございます。ツイッターもエゴサたまにしてて、書いてくれて。エゴサしてるんだよね、気をつけてください。エゴサモンスター。丸肩こりさん、山形にも来てね。行きたい。行きたいね。あの、なんだっけ。コヨ。コヨね。コヨよかった。コヨよかったね。妊娠中でね。山形ではね、殿がやっぱお腹の中だったから、ね、そっから生まれてからもう一回殿を山形に ね、 ね、ここに住んでたんだよって連れて行きたい、ね、上地健二さん、こんばんは。こんばんは。ANさん、先ほどの松本サポですが、11月そちらにお邪魔しますので、おすすめの観光スポット、グルメありましたら YouTube でアップお願いします。山形バージョン参考になりました。なるほど、確かに宮崎グルメやるか。宮崎バージョンやってないからね。宮崎バージョンやりましょう。確かにいいね、いいね、いいね。トシさん、お二人の何染めは、お互いの第一印象は、周平さんの座標いじられてる。何染めはさっき言ったもんね。うん、何染めってそういうことでしょ。そういうこと。 お互いの第一印象は、めっちゃおもろい。あ、確かに。だった。めっちゃ笑ってくれる。うん、めっちゃ笑顔が似合う。いや、だっておもろいんだもん。確かに、あの時はおもろかった。いや、頑張ってた。頑張ってたのかもしれない。笑わせようと。周平さんの座高、まあ、それもある。座高がいい、うん、座高高いのがいいの、うん、つまり足短い人が好きってこと。そう、そうなの、うん、じゃあいい。グータンダさん、トノがキックボクシングで世界取ったりして、ちょっと嫌ですね。あ、それ嫌だって言ってるね、うん、格闘技系。そう、心配になっちゃうから。俺はライジンめっちゃ見てて、それいいって言ってるよね。そう、格闘技やりたいならいいんじゃない。だって親としてやっぱ殴られてるとこ、蹴られてるとことか見たくないもん。どう、こう勝ってさ、勝ってカンカンカーンってなったら、こうリング降りてきてこう抱きついてくる。うん、心配で毎試合泣いちゃうたまんし。泣いちゃう、うん、確かに。負けたら悔しいって言ってないですいや、でもとりあえず生きてくれれば。殿は、ユミさん、今も寝てるんですか。今ちょっと寝ちゃってる、隣で。確かに、トノをお披露目したかったけどね。そう、なんかずっと起きてて、さっきまで。もう寝そうだなと思ってたけど。石崎さん、娘がタッキーの大ファンです。おお、ありがとうございます。珍しいなんて。珍しいって言わなくていい。違う違う違う、嫁が珍しいって言っちゃダメだよ。いや、珍しいの。珍しいの。もう確かに、もいか、俺が言いたいの。珍しい、ありがとうございます。そうなのぐらいでいいじゃん。あ、そうなの。何、嫁が率先して珍しいって言うの。ありがとうございます。嬉しいね。嬉しい。しかも女性ってことでしょ。確かに。何歳だろう、気になる。ね、うん、コーヒー太陽さん、モンテサポです。また山形でプレイしてくださいね。レフティーセンターバックかっこいいです。ありがとうさま。ありがとうさま。山形でプレイできるようにまた頑張ります。高野さん、 This is 滝沢家かっこ秋葉監督風This isThis is football ってよく言ってるもんね、うん、それってさ、2020年の時から言ってたの。あれ、いつだっけ。21年から注目されてる。2020から言ってなかった。あれじゃなかった、うん、何から生まれたんだろう、ね、This is 滝沢家。滝沢家認識してんのかな、秋葉監督って。いや、スタッフとか認識してないんじゃないか。でもどこまで知られてるか分かんないですね。石崎さん、茨城から応援してます。ありがとうございます。茨城のどこだろうね。僕は取り入れです。トイ、山形ディオ。山形ディオ、どういう。ディオって何。山形、わかんない。ディオくんはわかるけど、ディオってさ、なんかのあれだよね。あ、モンテディオ。あ、調べた、モンテディオの由来ね。山形の神だ、神だ。あ、山の。あ、違う、モンテスが、そう、そうだ、ディオが、ディオが神だった。あ、 山の神でモンテディオだった気がする。そうだよね、ディオ、山形神ってこと。
なんか移籍するときに調べたよね、いろいろ調べた。やっぱそのチームのね、由来を知らないとね。TK さん、龍ヶ崎出身の水戸サボです。いつも楽しく拝見してます。これからも幸せいっぱいな動画を楽しみにします。ありがとうございます。龍ヶ崎めっちゃ近いぞね。僕富士城駅なんで、隣が今龍ヶ崎駅だっけ。しかも龍ヶ崎市駅じゃん。龍ヶ崎市駅、うん、隣駅ですね。すごい。私牛久の高校行ってたんで、ね、知ってますよ。富士城龍ヶ崎市駅牛久だもんね、うん、まあないけど、いや讃岐駅だった。讃岐駅だったね、うん、前ね。グータンダさん、配信では読みたくないコメントとかはスルーしても大丈夫ですよ。でもなんかありがたいこと、ありがたい、そう、いいコメントしかないんで、悪いコメントしたらスルーしますね。ね、スルー技術あるから、なんか全部読み上げちゃいそうじゃね。なんか先に先走ってさ、読み上げちゃってさ、あっ。まあそれもそれでね。島村さん、高木さん、島村高木さんですね。うん、島村高木さん。レイナさん、琉球、水戸、山形、宮崎でイケメンが一番多かったのはどこでしたか。さあ、どこですか。イケメンが多かったのは水戸です。2019年。それさ、多かったとかじゃないでしょ。一人を思い浮かべてるでしょ。いや、まず七九。うん。七九はマジでイケメン。うん。山崎健人でしょ。うん。そう。山崎健人かな、寄せてってるもんね。そう、今ね、髪型ね、伸ばしちゃって意識してるね。七九も七九を意識してる。で、七九でしょ、うん、浜崎拓磨くんでしょ、うんうん、富山亮、うん、イケメンじゃない。確かに。あと、健也さんとかもイケメン。コウタもいたか。コウタって誰。山田コウタ。あ、でもそれはシーズンが違うけど。そうか、2019か。でも、まあ、くくりで言うと水戸、水戸、ね、なるほど。琉球は知らないんですよ、私まだ出会ってなくて。上地健二さん、大好き大好き大好きかける30ぐらいかな。ありがとうございます。嬉しい。そんなに大好きって言われたことないの。そんな好きなの。嬉しい。ありがとうございます。くまねこチャンネルさん、全部読んでくれるので逆にちょっと控えちゃいます。そういうこと。なるほど。そんなに読まれなくてもいいってのは、どうなんだろうね。わかんない。どうなんだろう。読まれない方がいい時もあるしれっと。くまねこチャンネルばっかじゃんみたいになっちゃうのかな。そんなことない。自分も細々とサッカー関係の YouTube してるので、サッカー界が盛り上がるの嬉しいです。あ、そうなんだ。選手もどんどん発信する時代になって嬉しいです。そうですよね。なんかそういうのあった方が、ね、サポーターの見えないところとか見えて、なんかより親近感湧いていいんじゃないかなっていう、うん、特にね、なんかコロナとかでさ、ね、うん、こう、そう、サポーターさんと関われる機会が少なくなっちゃう。そうなん。クラブハウスとかで前だったらこう話しかけてくれたりとか、うん、練習見に来てくれたり、そういうのもなくなっちゃったから、なんかね、距離があって寂しいんですよね。選手フェアバってさ、練習見るとかなかったのかな前。ああ、どうなんだろうね。ね、うん、わかんない。幸子さん、山形在住、3人の母ちゃんしてます。すごい。いつも楽しみにしてます。某スーパーでレイナさんのことをお見かけして声をかけようか迷ったことがあります。山形在住3年目で、息子がサッカーを始めたことがきっかけでモンテを応援するようになりました。我が家も全国移動し続けているので、いろいろなお気持ちわかります。うわー、3人すごすぎる。3人すごいね。2人が、3人は結構ね、3人はすごい。2人はなんとなくね、そう、結構多いけどさ、そうです。いやー、ほんと頑張ったです。すごい、3人。だ、徳永選手がさ、3児の父じゃん。あー、そうですね、うん、家でやっぱ誰かしら泣いてるって言ってたもん、常に。ソファーに座る時間ないっすよって言ってるもん。すごいなと思って、3児の母ちゃんはすごいリスペクトです。スーパーで話しかけ、スーパーの方に話しかけられたことある。話しかけられたっていうか、何回も あ、こんにちはみたいな感じで大盤でね、全然話しかけていただければ。話しかけてくれた方が嬉しいタイプ。うん、嬉しい。あ、でもすっぴんだったらちょっとあれかも、恥ずかしい。いいじゃん、マスクしてない。、うん、モンテガールさん、モンテサポです。ありがとうございます。ありがとうございます。ってことは、昨日もし言ってたら、モンテガールのモンテサポは絶対昨日のあのベースボールシャツもらってますね。いいな、あれ。めっちゃ欲しがってるもんね。欲しい。福岡在住なので福岡動画嬉しかったです。ゆうすけさん、確かにいいな。福岡行きたいとか住みたい場所。福岡ね、めっちゃいいよね、うん、ご飯も美味しいしね。どこだろう。福岡市の西区、うん、メイノ浜の方に住んでたんで、うん、あ、昔ね。そうそうそう、3年間だけ。全然記憶はないです。くまねこチャンネルさん、九州の食事は口に合いますか。めちゃくちゃ合います。めちゃくちゃ合います。合いますってか、地鶏とかめっちゃ美味しい。チキン南蛮も好きだし、全部美味しいね。福岡行ったら鍋とかもね、うん、全部美味しいね。ごまかんぱち衝撃だったね。衝撃だった。ごまかんぱちっていうの初めて食べたんですけど、うん、あんまこっちないじゃん、うん、まあ、どっか料理、うん、居酒屋とか行ったらあるのかもしんないけど、だから自分たちで作ろうってなってるよね今、うん。
ぬぬぬぬばさん、ライブのペースは無理のない程度で大丈夫ですよ。10月9日はトノブの分も応援します。ありがとうございます。あと3回行けるんですよ、私ホーム、うん、その時に回せたら嬉しいな。モンテガールさん、いつも楽しみに彼氏と拝見してます。滝沢家の実家に帰った時のシリーズやモンテの選手がお宅にお邪魔している動画が特に好きです。トノが可愛くて癒されてます。ありがとうございます。あ、この動画が好きとか言ってくれるの嬉しいね。実家シリーズね。実家シリーズ意外といいんだ。ね、身内ネタ感。身内ネタ感ね。ホームビデオ感ちょっとあるかなと思ったんだけど。俺なんか何が好きとか言ってくれるの嬉しいね。好きな人も、うん。トノは可愛いね。可愛い。うん、トノは可愛いんですよ。すいません。爆睡。野村優斗。高校の時の友達。滝沢選手が高校の時にお弁当によく入ってたチキン南蛮食べた後のテカテカの唇が可愛かったです。あ、まず高校の時にお弁当でチキン南蛮食べてたんです。嘘つきじゃん。嘘つき、嘘ついてます。でも唇テカテカにはなってたかも。なんかでっかい弁当にご飯入れて肉詰めてた弁当をいつもお母さんに作ってもらってて、あ、そうなんだ。それは食べてたけど。作ってくれてたんだ。そう。ちょっと優しいじゃん。それをチキン南蛮は食べてないんです。唇はテカテカだったかもしれない。馬場さん、3、4回転とはトノの寝返りはすごいですね。一緒に寝てたら気づいたらトノのお腹かお尻が目の前にある感じですかね。でもマジでそう、うん、私は一緒に寝てて朝になったらめっちゃ足でこう並んで寝てたはずなのにもうトノこっち向いて足でめっちゃポンポン蹴ってくる。多分わざとアピールしてる。て起きたよ僕っていう感じで ね、アピールしてくるよ。丸肩こりさん、クラブによって練習量とか違うんですか？トレーニングがきつかったクラブはどこでしたか？あー、クラブによって練習量は違いますね。監督によって違うのかな。うん、練習が長い人もいれば、こう短くコンパクトにやるっていうので。あとオフもさ、あるよね。2日オフ設ける人と、1日だけって人もいるよね。そう。だから本当、監督の方向性によって違うって感じですね。トレーニングがきつかったね。トレーニングは結構やっぱどこもきつい日ってのはあるんだけど、印象的だったのはあの去年の山形のクラモフスキー監督、まあ、すごい練習量がもう1時間とかで終わる時あるの、うん、でもそれが全部きついから、うん、強度は高いんだけど時間短いみたいな、すごい、あ、初めてで印象的でした、うん、いいって言ってたよね。そう、いい、よかったなと思った。いくから、グータンダさん、滝沢選手がライジン見に行ってたからカズジュニアみたいな道もあるのかなと少し思いましたので、格闘技は確かにやらせるの怖いですよね。そうなんですよ。そう、カズジュニアの俺生で見てたから。ああ、そうだね。そう、去年か。そうそう、あ、私か。カズ選手の息子さんが試合で勝ってこう、うん、リング降りて抱きつきに行くみたいな、めっちゃ感動した。絶対その話行くんじゃん。そう、めっちゃ感動したさっきの。そうなの。いやだからそのなんかライジン見に行くの好きじゃん、うん、それに影響されないからちょっと心配。俺が、いや息子が、ああやってみたいみたいな、うん、いいじゃん、やってみたいならやらせよ。シンチャスアレスさん、モンテスの顔お願いできますか？モンテスある？モンテス今日掃除じゃない、洗ったんだよ。モンテス今日ちょっとめっちゃおもろい洗濯したんで、モンテスの顔やっちゃう。モンテスの顔モンテス、モンテスに似てるって言われるんだよな。じゃあ行きますよ皆さん。スクショタイ。行けますか？はい、ありがとうございます。はい。伊波さんかな？ J リーガーは練習後何をしてるんですか？これは本当人それぞれですね。個人的に筋トレとかトレーニングする人もいれば、まあ、そのまま家に帰ってゆっくりする人もいれば、本当やっぱ人それぞれかな、うん、カフェ行ってゆっくりする人ってもいるし、うん、まあ、仕事をやる人もいるし、本当、うん、人それぞれですね。そういうのを動画にしてもいいかな、うん、グータンダさん、 This is football は2020年のホーム金沢戦でロスタイムに逆転した試合の後のインタビューで生まれたはずです。めちゃくちゃ覚えてるな。すごい。すごい。メモしてんのかな、ね、か印象的だった。印象的だったもんね。上地健二さん、抜けます。ありがとうございます。ありがとうございました上地さん。もういないから大好きかける30くれた人。うん、すごい。フリーさん、半田陸選手が今日から日本代表遠征行きましたが、半田選手の良さを教えてください。トレーもプライベートも。
プレーはあの前の動画でも最終戦の動画でも上げたんですけど、まず足がめちゃくちゃ速いんですよ、うん、あの効果をつけたくなるぐらい、うんってつけたくなるぐらい足が速くて、でなんだろうの割にうまいんだよね結構、うん、こう監督が求めること、例えば山形だったらサイドバックが中に入って受けるっていうプレーあるんだけど、それもそつなくこなしてオーバーラップしてクロスも、この前も昨日もアシストしてたしね、なんかまた上手くなってるなって気ないんですよね。そう上から目線になるみたいになってるけど上手い、そうなんかすごい成長してるなっていう、すごいなっていう。プライベートはめちゃくちゃ人懐っこくて、あの誰からも愛されるキャラっすね、ハンダリキ選手は。可愛かった。滝沢家にもご飯来てね。そう、吉田智康選手と、今栃木だっけ、うん、にいる吉田智康選手と来てくれて、私その時妊娠してて、お腹に殿がいて、で、なんか智康がお腹座っていいですかみたいな、うん、なんか珍しいこと言われたんだよねなんか、で、あ、いいよみたいな、で、こんな頑張ってくださいみたいな、で、なでなでしてくれて、あ、じゃあ陸も撫でるみたいな、いや、僕はいいっす可愛かった、可愛かった、年下感があって可愛かった、そう、人懐っこくて、すごい可愛い、みんなに疲れるタイプ、みんなに疲れるタイプですね、うん。ファングさん、YouTube してる J リーガーの中でマジで一番面白い滝沢家、うわ、ありがとうございます面白いから、面白いのかな、面白い、嬉しい、自分たちが面白いのか分かんない、ね、でもそうやって言ってくれて嬉しい、ファングさんありがとうございます、言っていただけるってありがたい。ワモさん、滝沢選手のプレー集の動画が見たいです。おー、あー、俺のプレー集だったら多分載せれないよね、権利的に、うん、ダメって自分で多分、どうなのかな、ね、ダゾーンのやつって自分で多分、そうちょっと見に来てください。でもさ、たまに載せてる人いるじゃん、それはどうして、あ、インスタとかじゃない、あ、 YouTube ではないし、そうだっけ、うん、あ、でもああいうの編集して自分で載せる分でいいのわかんないって、聞いてみましょう。てんこ盛りさん、宮崎のいいところ悪いところ聞きたいな。宮崎のいいところどうですか。あったかい、はい、あの木、ヤシの木、そう、ヤシの木がある。確かにヤシの木めっちゃテンション上がってるよね、あの道ね、え、なんかヤシの木って南国に来た、沖縄じゃない、旅行に来た感がすごくないですか。それを日常で味わえるのもいいの、はい、もうなんか、あったかいって気持ちも陽気になっちゃう、ところ、うん、ご飯が美味しいところ、はい、人があったかいところ、はい、がいいところ、間違いない、いいところはもう台風昨日経験してからね、でも多分そんなに来てないっぽいよね、普段は。そうだね、そんなに影響ないみたいな感じで聞いたけれど、ね、悪いところは、あ、道がデコボコしてるかも、結構、あと信号が多い、直線に信号めっちゃあるじゃんみたいな思わない、うん、宮崎来てずっと行けないよね、で割と引っかかる、うん、直線だけど、あっと、みたいな、うん、あるある、それから、あの、でも私はデコボコね、そう、道があんまり補正されてないとか、大通りはめっちゃ綺麗なんだけど、うんうんうん、小道は結構ガタガタしてて、うん、私の車がめっちゃ傷つけました、あの小石が飛んできて、で後ろでこう乗ってると、この殿が隣にいるんだけど、ちょっと頭がこう揺れちゃうそれが心配、そんな感じ。高野さん、選手にはいつ頃に来シーズンの意向が伝えられるんですか、オファーは直接選手に来るんですか。なんかね、決まりでシーズン終了後の1週間前か2週間前には、うん、契約をするか言わなきゃいけないみたいな決まりがあった気がする。あったの？多分。なんかさ、でもさ、シーズン終わらないと分かんないって。ああ、どうなんだ。それはどうなの？そんぐらい、でもシーズンの終了間際だね、割と近づき、言われるのは。オファーは、いや、多分直接選手には多分あんまり来ないかな、あんまり。でも代理人つけてない人は？代理人つけてない人は結構チームに行ったりするのかな。あ、そういうことね。うん、リーさん、富山の監督が解任されましたね。監督のシーズン途中解任は選手も難しくなりますか。そうですね、山形の時も一回僕も経験してて、監督によって本当やり方とかも180度変わったりするんで、それはやっぱり選手は適応していかなきゃいけないのは難しい部分もありますね。トシさん、水素をするとどんな効果がありますか。いろんな意味で、いろんな意味で感情が高ぶった時にレイナさんがするとどうなるか、ぜひ実験を。めっちゃおもろい。あ、これちなみにいつも吸ってる水素です。見えてない。これがいつも吸ってる水素です。出ちゃったよ。出ちゃった。なんだっけ？水素をするとどんな効果がありますか？
スイスをするとですね、見た目はこんなんでちょっと怪しいんですが、疲労回復効果があります。あの体の中の活性酸素っていうのが疲労の原因なんですけど、それをこう除去してくれて、で水素ってすごい分なんつうの、ちっちゃいからこうこのまま吸った状態でこう目とか脳とかにもそのまま抜けてってくれるらしくて、すごい効果が、その疲労を取るとかいろんな意味でガンとかにも効くみたいなのも話もあるんで、すごい効果で、レーナもねたまに吸ってるもんね、うん、どう、めっちゃいい、めっちゃいいっていうか、なんか、あ、眠い、やばい、動けないって時に水素吸いなって言われて吸ったらもう超元気になっちゃって、これはすごいと思って、ね、2代目なんですけど、新しい方のこの効果がほんとすごくて、ね、こうやって水素出てて、ね、結構吸ってる選手もいるみたい、へぇ、スポーツ選手だよね、滝沢家に、グミさん、滝沢家にゲスト来てご飯してたのすごい楽しかった、やっぱ楽しいんだね、あ、選手、ありがとうございます、なかなかね、ああいう素の選手のすごい頭見れないもんね。エルレガーデニングさん、もう速度制限やばいので落ちます。おやすみ。あ、Wi-Fi 使わずに見てくれたってこと、ありがたい。ありがとうございます。そんな貴重な、その貴重なギガ数を、ね、ギガ数を滝沢家に、ありがとうございます。ムンチャさん、食事制限をされてますか？してません。レイナもしてない。どういう？食事制限。まあでも、あ、でもしてるか。してるのかな。普段に。日常的には砂糖とか小麦とかは取らないようにしてます。で、ご飯も玄米食べてるんですけど、毎食 160g っていうのを決めて、糖質をね、そう、糖質を取りすぎないようにして、タンパク質を体重の2倍ぐらい取るようにっていうのを意識して、あと野菜をいっぱい取ると、うん、そんな感じです。高野さん、試合中応援の声の有無ってプレーに影響ってありますか？テンション上がるとか、うん、あ、これはね、試合中もそうなんですけど、これアップ中とか試合前とかのがすごい入ってきますね、僕は。うん、テンション上がりますね。なんかこの間もさ、アウェイの時さ、声出し応援 OK だったじゃん、うん、それでなんかめっちゃ良かったよって言って、あ、そうそうそう、声出し応援が雰囲気がそう、こっちも上がるみたいな、そう、久しぶりで、だからホームアウェイとか関係なく、僕はなんか応援してくれる、なんか雰囲気が良くなった、スタジアムの、だからアウェイの応援でもすごいパワーになっちゃいますね。で、なんか前も言ったんですけど、こう富山戦の時にこうビルドアップ キーパーを使ってやってる時に、こう相手がめっちゃブーイングしてきたんですよ、相手のサポーターが、うん、ブーみたいな、うん、それも、あ、なんか試合やってる感じあるなと思って、うん、めっちゃ良かったですね、いいね、うん、テンション上がります。カッターの J2、J3 ツアーさん、こんばんは、いつも楽しく見させてもらってます。動画の編集はいつもどちらがやっているんですか？あ、カッターさんもよくコメントくれるよね、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。動画の編集は最初、一番最初のはレーナやってたよね、最初の、妊娠するまでは私が携帯でずっとやってて、でそのタイミングでパソコン、妊娠したタイミングくらいパソコン買ってて、そっからもちょいちょいやってたけど、あ、違う、その後シエさんがやるようになりました。つわりでできなくなって大丈夫そう、でシエさんがやるようになって、今はまあ産後っていうこともあって、シュエさんがやってくれてて、なんかそっからずっとシュエさんがやってくれてます。でもたまに私もこの間の試合観戦のやつとかは私もやったりしたんですけど、ほぼほぼシュエさんがやってます。はい、編集の技術がちょっとずつ上がっていってますね。グータンダさん、モンテス似てる。そう、似てるんですよ。違う、もう忘れちゃった。違うわ。熊猫チャンネルさん、これはスクショは SNS 上げていいのですか？どうぞ。もちろん。あげなさい。これでも今やばいね。これもう取ろっか。これもういいかな。変な人って思われちゃう。ヒチさん、デミグラスハンバーグか和風おろしハンバーグしか食べられないって言われたらどっち食べますか？あ、そういう質問いいですね。めっちゃおもろい、ね。どうする？デミグラスか和風おろし。一緒ってこと？そう。せーので言う。うん、せーの、和風。まあそうだよね。デミずっとはちょっともたれるかな。和風ならいけそう。ね。あ、まあ、昼夜和風だったらまだいいけどね、昼夜デミグラスだったらちょっとね、きついね、きついな、ちょっと面白いな。おばさん、モンテスが2体になった。2体になっちゃったよ。2体になっちゃった。モンテスってでもあれか、山のね、神みたいなキャラクターでしょ、うん、素晴らしい。あれだってさ、光栄ですよ。どっちがさ、真似したん？タウン、シエさんが先だから。どういうこと？あ、俺生まれたのは確かにもう20ね、でしょ、29年になるわ。え、多分パクられてる。パクられてんだよ、これ、うん、だってさ、なんかこのシワの感じとかも似てない？ここら辺の、うん、似てるか、全部似てる。顔が四角いのとか、ほら、見て、
一緒じゃん。一緒だ、はい、でも真似されたわちょっと。ね。そうかもしれない。似てますね、わらわらわら。いや似てるんですよ、なんか似てる人多くて俺、うん、リーさん、移籍オファーはクラブ側が承認した場合選手の意向関係なく移籍になるんですか。いや全然選手の意向関係あるよね。選手の意向が最終というか、そうだ、うん、多分あんまこれ下手なこと言えないから。あ、そっか。ちんたらさん、宮和田 FC 時代から応援したから嘘つけ宮和田 FC って俺が小学校にの時のチームだから、小1から小6まで行ったチーム、地元のチームですすごい宮和田 FC から応援したから、おもろ。ヨーグルトだから、宮崎かな。宮崎だね、嘘じゃん嘘でしょ。小学生の頃知らないでしょ、ヨーグルトの人。くまねこチャンネルさん、半田選手は J1 でも即レギュラーやと思うくらいすごいなって感じます。確かにね、リクはね、すごい選手です。大塚さん、以前動画内で膝に万力つけていましたが、膝に対してどういった効果がありますか。もうね、万力はね、今やってないんですよね。万力あんの今家。万力もうないね、捨てたん、うん、あれはなんかこう締め付けることをキープすることでその後血流が良くなるみたいな感じかな。今はやってないですね。伊波さん、滝沢さんの過去の恋愛を聞いてみたい。もういや、ちょっと教えて。滝沢さんの過去の恋愛ちょっと、どっち、滝沢さん、滝沢さん、俺かな。過去の恋愛ちょっと待っとっとこうか、長くなっちゃうしね、いろいろ。ほぼ経験してないです。してるわ、してるわムンチャさん、センターバック以外でやってみたいポジションはありますか。ああ、どうだろうな、まあ、自分の能力とか関係なく。関係なくでしょ、うん、俺センターバックが多分ね一番やりたいのね。小学校の頃、小学生の頃ってなんか点決めるのとか嬉しいじゃん、うん、でも俺1対1のメニューがあった時にディフェンスやって止めた時になんか点決めるよりもなんか快感があった。うん、だから小学生の時からなんか守ることが好きで、ね、そう止められる、そうだからサッカー以外のさ授業とかでもさ、バスケとか、うん、でもやっぱ守る方が好きなのよ、うん、だから向いてるのかな、うん、そんな僕は。石崎さん、水戸にいた時の最後の試合でタッキーが入れたゴール未だに覚えています。インタビューのタッキーの流した涙も覚えていて、旦那が何度も見直してはもらい泣きしてました。へえ、すごい嬉しい、嬉しい、泣けますよね。水戸で決めた最初で最後のシュート、あれでもね、何度か見直してもらい泣きしてくれるのは本当ありがたい、うん、何度か見た人はなんか笑われるからね、うん、何あの顔、何あの顔って、うん、嬉しいな、ありがとうございます。カッターさん、アウェイで鹿児島や宮崎に行った時のヤシの木は確かにテンション上がりますね。うん、旅行感ありますよね。なんか沖縄がすごい好きで旅行で行くのね、うん、そうだからそういう感じがしてめっちゃいい。グアムとかサイパンとか行ったんですけど、いい。熊猫さん、ダゾーンの動画はどの媒体でも載せれないですね。 J リーグの試合の写真までは OK になりました。選手が使う場合はわからないですが、戸田さんは少しだけ使わせてもらえるように交渉したとか聞いた気がします。権利って難しいですよね、うん、その通りですね。むずいね、むずいよね。松尾さん、旦那頑張れ初見、すごい単語で伝わる旦那頑張る初見、ありがとうございますグータンダさん、鹿児島は桜島と噴煙が見えるとテンションが上がったな。あ、桜島見たことない。桜島ね、まあ、結構な頻度で噴火してるらしいね、噴煙っていうか。ぬぬぬぬまさん、剣道指導は気をつけてください。宮崎の実家の家族も道路の不満はあるみたいな。ああ、そう、同じ感じかな、ね、悩みというか、あれはなんだから。お手洗いに行ってきていいですか。お手洗いいいよ、どうぞ。水飲みすぎてよし、起きたぞ。起きたよ。伊波さん、代理人をつけるメリットとデメリットは何ですか。代理人がいることによって移籍とか交渉っていうのを、チームとの交渉っていうのをやってくれるので、やっぱりそういうのは専門家にお金が絡む問題とか契約事っていうのはやってもらった方が確実だと思うので、それは本当にメリットだと思って、デメリットっていうか、お金をやっぱり支払うので、デメリットっていうか、そうですね、それはありますね。サシさん、モンテスに似てる周平さんから見て、ディーヨに似てるモンテの選手は誰だと思いますか。
ディーヨに似てる選手、ディーヨに似てる選手、目がキリッとしちゃって、加藤大輝選手とかどうですか。加藤大輝選手似てるんじゃないですか、ディーヨに。ね、リーさん、代理人をつける場合は相場どのくらいお金かかりますか。いや、相場、なんかね、パーセンテージってのが多いですかね。 5% とかだったり、3%、5%、7%、10% とか、そこら辺じゃないですか。モンテカールさん、昨日のガールズデーのピンクのベースボールティー、無事にもらいました。ゲストで元 E ガールズの佐藤晴美さんが来てくれましたなと。ね、見ましたよ。見た？めっちゃ羨ましかった。E ガールズ好きだったんだよね。ベースボールティーね、欲しいね。あ、トノが起きた。起きたどじゃーん。トノが。トノ。おはよう。おはよう。トノおはよう。1時間くらい寝てた？ね。ボビーと思います。今テゲバジャーロにいるんでしたっけ？テゲバジャーロにいますよ。え、待ってボビーオロゴン？違うでしょ。写真。写真はボビーオロゴンだよ。私ボビーオロゴンに似てるって小学校の時。ボビーオロゴンに似てる？まあ、確かにボビーオロゴンかもしれない。やってないよ。俺じゃないよ。いいじゃん。初めてやった。いいね。この前。リーさん、元日本代表工藤正人選手はどのような方ですか？工藤正人選手は本当優しいよね。うん。優しくて、なんか練習生とかが来ても一番最初に話しかけて練習生を参加させやすくしてくれたりとか。すごいね、そういう人です。そういうの大事だよ、ね。デイナオさん、本当に見てて幸せそうでいつも楽しみにしてます。これからも頑張ってください。ありがとうございま す, い, ますいつも楽しいですよ。あ、違うか、え、幸せそうか、うん、幸せですよ。ファングさん、山形でプレーしてた時、勇気づけられたとかモチベーションが上がった応援歌ってありましたか。応援歌なんだろう。でもさ、応援歌ってさ、うん、ダメだったよね、まだ。確かに、ほぼほぼダメだったよね、うん、あれ山形の時声出しありだったっけ。なしだよね、うん、なしだよね、うん、だからあんまりね、ちょっと最近やっと声出しできましたみたいな、ね、そうなんですよ。でもなんか山形やっぱりバックスタンドにサポーターがバーっていて、うん、それがやっぱりすごい迫力あって、試合出た時に、あ、すげえなーと思って、なんかパワーめっちゃもらいました、ね。なんかさ、ハリセンさ、毎試合配ってたじゃん、うんうんうん、あれでの応援とか、なんか揃っててすごかった、ね、やっぱさ、手拍子よりさ、ハリセン使ったりした方、しかも商品じゃなくて、ちゃんとみんなに無料で配布、うんうんうん、確かにっていう感じだったから、それが良かったですね。あ、面白い質問来ました。ヤハさん、無人島に一つだけ持っていけるとしたら何を持っていきますか。無人島ってさ、多分さ、電波届かないよね、うん、電波ないよね、うん、無人島に一つだけ持っていけるとしたらナイフかな。へ、いや、なんかめっちゃ真面目に答えてる、めっちゃ真面目に答えてる、思んないな。で、周平さんかな。うわ、何でも頼っちゃう。そういうことね、ドラえもん的なね。最初、殿って言おうとしたんだけど、うん、やっぱいろいろ心配事多いから、うん、殿は親に預けて、うん、シューさんを持ってきます。あ、物じゃん、これ。物なの。人、あれ、あれ取ってきて。人扱いじゃないの。あれ、あれ釣ってきて。物じゃん。あれ釣って。そういう便利な物みたいな。そう。何それ。一番いい。マルカタコリさん、山形で滝沢コールできなかったのが残念でならない。コロナだったから、確かに。まあ、滝沢コールされたら、やばかったね。ね、あの人もね。うん。馬場さん、モンテスパクラリ説爆笑しました。もしパクったのであれば、確かにね、権利あるから。29年前にいた？いない。この方は29年前にいたなら、まあね。うん、ちょっと俺の先かな？いや、俺でしょ。え？え、この人の顔おもろいじゃん。ちょっと特徴的だし、つって多分真似した。これね。うん、あ、これ川野選手ですね。多分、うんうん、川野涼介選手かな？まだいいのかな？格闘技への熱冷めてませんか？そうなんですよ、川野涼介選手の影響で、殴られたライジンに興味持って、それで毎年川野選手とライジン見に行ってるんですけど、あの熱ね、やっぱちょっとやっぱ1年焼くとね、
ちょっと冷め気味になっちゃうのよ、うん、でもそこでライジンの YouTube 見て、ライジンコンフェッションズっていうこの物語があるんだけど、それ見てモチベーション高める、これがもうルーティンです。ブータンダさん、山の神って聞くと東洋大学の柏原が浮かんでしまう。そう、めっちゃわかる。で、しかも柏原と同じような輪郭してんの俺。あ、柏原選手見た時にめちゃくちゃエラ張ってて。かぶってた？かぶってない。かぶってないよね。ないけど先輩だよね。そう、先輩ですけど、なんかめっちゃエラ張ってて、ちょっと俺の部類だなと思ってただから妙にこう覚えてる。わかる。なんか山の神って感じで高校の時にさ、うん、注目されてたじゃん。そうね、めっちゃ覚えてる。でも柏原さんのおかげで東洋が有名になったと言ってもね、過言ではない。ちんたら本当ですよ、疑われた。あ、あれだあれだね、なんだ、宮和田 FC の頃から応援してます。え、本当に？本当なの？いや、本当としたらマジですごい。本当としたら何？コーチ？保護者？誰かの？確かに小学校の時は目つけてる。すごい。リーさん、スカウェイ FC の頃からファンです。つくば FC の頃にファンさせていただきありがとうございます。完全にふざけてるね、これね。つくば FC の頃から、中学生です、僕、つくば FC だろ。つくば FC の頃にファンさせていただきありがとうございます。何それ。中学生がファンさする何それ。ねえ、これファンさになったのか。いや、そんなことしてない。そんな。りょうチャンネルさん、山形駅西の翼っていう食堂行ったことありますか？もし行ったことなければ今度山形にいらした際に行ってみてほしいです。翼行ったぞ。翼めちゃくちゃ行ってました。めっちゃ行ってた。めっちゃ行ってた。一緒に一回だけ行った。一緒に行ったよね、うん、いつ行ったんだっけ、あれはキャンプの前に行った時だね、まあ、家決める時、家決める時ね、翼で食べて、うん、生姜焼き定食ね。で、僕はあのよく山形徳洲会病院に毎日リハビリに、リハビリというかまあ行ってたんで、そこが早く診療の時は、うん、もうそこあの翼がめちゃくちゃ近いから、翼で生姜焼き定食食べて行ってました。翼めちゃくちゃ美味しい。ブレペンボールペンさん、昨日のモンテのヒーローの樺山選手に一言どうぞ。カバーナイスゴール、誕生日おめでとう。あ、そっか、誕生日前日だっけ。そう、樺山選手とあの宮崎の辛坊海里選手が仲良くて、うんうん、海里にこう太一くんカバーにメッセージみたいな、うん、であの、おめでとうってやった。へぇ、おめでとう。あ、食べちゃう。グータンダさん、センターバックとして相手フォワードのタイプ、足が速い、足元が上手い、高さがあるによって対策とかありますか？秘伝だと思うので詳細はなくても大丈夫です。あ、ありますね。それは足が速いとか裏抜けてくる選手とかだったら、ちょっとラインを先に予測して下げたりとか、でも足元が上手いとかいう選手だったら、あ、収めるんだろうなと思ってこうトラップする際にガツンっていこうと思ったりとか、高さがある選手にはなんだこう正面衝突、なんていうの、正々堂々競り合っても勝てないんで、先に体を押さえちゃって、あのそこのなんていうの、落下地点に入らせないとか、そういうのはやりますね。質問です。過去所属チームのユニフォームって何枚か持っているものなんですか？持ってます。持ってるよね。何枚もらえるんだっけ？全部もらえるのあれ。いや、3枚ぐらい、3、4枚もらえるかな。うん。で、お世話になった人とかに渡したりしてるよね。で、その1枚は私が毎回もらうっていう。ドールさん、こんばんは。こんばんは。伊波さん、移籍金は選手に還元されますか？どうなんだろう、わかんないな。今されんのかな、なんかされるみたいになったのっけ。へ、ババさん、とのお目覚め、お目覚めしました。リーカイさん、海外移籍してみたいですか？してみたい、ね、海外にサッカー、いつか、ね、サッカー選手ならではだもんね、海外にそうやって行けるっていうのはあるんで、経験としてもね、海外に住んでみたいっていう気持ちあるよね。てんこ盛りさん、人生やり直せるとしたらいつ？小中高社会人、いつからやり直したいですか？どうですか？大学。大学やり直したい。やり直したい。なんで？もう遊んでしかなかったから。うん、なんか勉強とかも何一つ覚えてないから、うんうんうん、で私は経営を学んでた。うんうんうん、だけどなんか今になってやっぱ経営についてめっちゃ知りたいと思うから、うん、それを、まあ、結構高いじゃないの、うん、だからもう一回学びたいって、ちゃんと勉強してくれよかった、うん、その頃はね、思わ気づかないもんね、気づか
し、そういうなんか自分でなんかやってみたいとも思ってなかったから、うん、やっぱ現実的に考え始めると、うん、あ貴重だったなって思って。いつですか？いや俺マジでやり直したいと思わないよね人生。すごっ。過去は振り返らないタイプ。いや絶対なんかさ嫌だもん。だって小学生もずっと授業受けなきゃいけないでしょ、うん、中学生も高校も、まあ、それが嫌だし、うん、社会人もなんかやり直したいとか思わないな、うん、どの時代もさ辛かった時あるじゃん、うん、だから大学も思わない。大学が一番辛かったもんだって、うん、練習についていけないとか、そう、ね、そうサッカーとか、それをもう一回やるって考えたらちょっときついわ、うん、グータンダさん、え、ボビー・オルゴンはこんなに美人じゃないと思いますぜ。だっていや小学校の私は分かんないよ。黒かったのかな。小学校は黒くない、中学は結構黒かった、ソフトボールやってたから。カオルさん、ボビー・オルゴンって言われた記憶すごいあるな。カオルさん、トノーだって。トノー、はーい。ちょっとグズグズ、ちょっとグズグズボーイですね。かな、上野さん、奥さんすごく美人ですね。どこで出会ったんですか？嬉しい、ありがとうございます。せーの、錦糸町。トシさん、殿と何歳され次の殿、マサ、または姫をご希望ですか？次も殿、姫？ん？なんだって？何歳差か、本当は2歳差が良かったんですけど、2歳差。もう無理だよね。かな。かな？まあ、帝王切開っていうのもちょっと限られちゃうんで。でも2歳差大変だよね、多分。2歳差どうなの？なんか3歳差大変って言いません？全部被ってて。うん。卒園とか、入園、卒業、入学、うん、それが全部被ってるってなると大変だなと思うんだけど、行事とかね、うん、だけど3歳差は割と現実的だなと思って、でも4歳差もいいねって感じで言うのはある。確かにね。でもなんかリアルな話、最近の話です。だって子宮頸がんずっと引っかかって今度手術するんですけど、そういうこともあるから早めに、もし子宮全部取るってなったらもう産めないから、産める体のうちに産みたいっていうのはあります。知るって言ってる、子宮頸がんになってるみたいになってない？がんの一歩手前、ね、なりそうだから取っとこうみたいな感じで、子宮頸部の一部を取る手術を今度するんですけど、まあ、もしかしたらそれががんだったら子宮取っちゃいましょうってなるかもしれないし、多分ならないんですけどね、可能、なんかそれを自分が現実的に考えたら、あ、なんかそういう可能性もあるのかって現なんか知っちゃって、なんかそういうのも考えるとやっぱ早くに産みたいって思ったかな。うん、殿、姫、姫、姫ですね。なんか男の子は結婚したら外に出ちゃうイメージがあって、女の子は割とこう帰ってきたりして一緒にお買い物とかなんか恋愛の話とかできそうだなと思って、女の子欲しいですね。一緒に恋バナしたい、恋バナ、ガメチ相談とか乗ってあげたい。私が親、母親がそうやってしてくれてたから。伊波さん、滝沢家のマイルールはありますか？なんか別にルールとして定めてるわけではないけど、めっちゃ感謝の言葉は言う気がする。あ、確かに。去年とかは寝る前に お互いありがとうを伝え合ってた、一緒に寝てたから、うん、今日はこれをしてくれてありがとうみたいな、うん、お皿洗いしてくれてありがとうとか、うん、あと何、ご飯作ってくれてありがとうとかね、うんうん、いや今でもありがとう言うね。うん、ありがとうね、ちっちゃいことでもね、うん、感謝の気持ちを伝え、ちっちゃなことでも伝えることです。トールさん、藤代からこんばんは。こんばんは。滝沢選手がサッカーを始めたのはいつ頃ですか？最初からディフェンスだったのですか？始めたのは幼稚園の年長とかかな、でにちょっとかじって、でちゃんと始めたのは小学校1年の冬からその宮和田 FC っていうスポーツ少年団に入ってやってました。で最初はずっと中盤かな、中盤ボランチ、ボランチを高1までやってました。で高1の時に高校のコーチにセンターバックだったら今トップチームいないから A チーム上げてあげるよって言われて、じゃあやってみるかって始めたのがきっかけで高1からセンターバックです。うん、勝ったあの J2J3 ツアーさん、うん、1回だけ世界中のどのクラブでも自由に移籍できる券がもらえるとしたら世界のどのクラブへ行きたいですか？やばい、夢のある券だな、夢欲しいな。
どこだろう。でもなんかずっと試合見てたのとかあるじゃん。いや、違うんだ。どうなんだろうな。どこ行きたいかな。でも J リーグでもいいからね。どうだろうな。世界中でしょ。うん、どこだろうな。いや、もうベタベタにバルセロナとかかな。うん、ベタベタに。バルセロナ。うん。あの前メッシ選手とか言ってた、あそこは多分みんなが憧れるんじゃない。誰かいる日本人。いや、いない。いないのか。下のカテゴリーにいるのかな、阿部選手とかは。うーん、かな。馬場さん、29年前にはまだモンテすいません。はい、僕が先です。確定しましたね、はい、ありがとうございます印税ください。印税でモンテスのね、もう俺モデルにしてんだから。そう、グータンダさん、格闘技好きなのはアビコ選手の影響じゃないのか。あ、でも川野選手はアビコ選手と仲いいから。あ、そうなんだ、うん、その影響もあんのかな、うん、わかんないけど。高野さん、モンテスは神様なので昔からいるせず。確かに、やべえ、ごめんなさい。モンテスとして存在する前からもいたんだ。ただこうやって形になってモンテの前に現れたのは最近だけど、神だったからもう元からいたんか。その姿形とかないから、うん、神様は。確かに、まあ、すごいバチ当たりなこと言ってた、すみませんリーさん、山形からセレッソ大阪に行って今はベルギーにいる坂本選手とは大学で被ってますか。被ってます。大学4年の時に僕が大学1年で入ってきて、その時からあの切り返し、めちゃくちゃ深い切り返しするんよ、うん、それが得意なんだけど、うん、あれをやってて、分かってんのに引っかかっちゃうよね。うん、で、なんかもう、タキタキとかいじってきて、可愛い後輩でした。ブタブタコブタさん、もう来期の契約って決まってますか。いや、まだ選手みんな契約って決まってないんじゃない。うん、ね、まだじゃないか。ね、まだだよね。リーさん、滝沢選手の弟さんはサッカーしてましたか。サッカーしてましたね。高校は鹿島学園っていう茨城のチームで、高校でやってて、そこで燃え尽きてやめましたね燃え尽きましたね、完全に。グータンダさん、フォワード対策ありがとうございます。今後試合を見るときの参考にします。ああ、なんかそういう細かいところ見るのもね、全体見るのも楽しいですけど、うん、一人一人のなんか駆け引きとかそういうのを見るのも面白いかなと思います。それはなんか見に行った時じゃないと見れないからね、うん、そういうのは見に行く醍醐味かもしれないですね。ヨーチャンネルさん、モンテの選手が翼に行く理由ってわかります。翼行くとよく山形崎選手おもろ。あ、ボリュームかな。なんでだろうね。でもさ、山形行った時からもうおすすめだよみたいな聞いてなかったっけ。あ、聞いてたかな。え、そうだっけ。違うのかな。調べて出てきたんだけど、なんかそうなの。なんていうの、忘れちゃった。モンテの選手がキャンプ前にまだ家ないじゃん、うん、だからホテルに泊めさせてもらう、駅前の、うん、で翼駅前だから近いの。そう、定食屋さん調べるとやっぱ翼が出てくるよね、うん、そこで知ってやっぱ美味しいから、その後もそうリピートする選手がいいんじゃないかなと。ヨシ、うん、さん、こんなイベントしてるとは。今来ました、ヨシさん、ありがとうございます。嬉しい。なんだ、 9DTRZ さん、山形時代、山形時代の行きつけスーパーは大判ですか、山沢ですか、ヨークですか、それ以外ですかどこですか。大判です。大判一択でしたね。大判が近くにあったの でその割に、なんだっけ、ツルハも併設されてて、うん、めっちゃ便利でした、うん、大判のテーマ曲めっちゃ覚えてるもん。そう、なんだっけ、全然覚えてない。バン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 チャ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 ね、みたいなやつ覚えちゃったまで滝沢、伊波さん、滝沢家序列最下位の周平さんに質問おい誰が序列最下位や。その通り。一つだけ特殊能力が持てるとしたらどういう能力が欲しいですか。どういう能力？瞬間移動能力。いや、そっち？え、違う？サッカー。サッカー。サッカーでどういう、じゃあ特殊能力だ。瞬間移動能力じゃない？やっぱり。うん、あの、ね、どこでもドアみたいな。欲しい。瞬間移動してくれ。うん、もう、なんか動きたくない時とかあるもんね。ある。でも行きたいみたいな。そう。あー、ちょっと、だからもう今とか突然気合い行きたい。うん、シュン。最高。最高でしょ？あ、ちょっと、殿の面倒見てもらいたい。シュン、実家。どう？最高。最高でしょ？でも、お金はかかる。
その分お金かかるの、ちゃんと瞬間移動代かかるの、うん、高そう瞬間移動代高そうだな。10万、うん、いいいいちゃんとあの交通機関使っていきます馬場さん、子宮頸がんは親類っていうの、親類見えない、もうなりましたから、お大事になさってください。ありがとうございます。で、その方は無事に克服し2児の母になりました。あ、すごかった。早くに発見することが大事なんですよね。まあ、がんってそうだと思うんだけど、子宮頸がんも。私は殿を妊娠して気づいたんですよ、最初の妊娠初期検査で。だから殿はもうそれを教えに生まれてきてくれたんだと思って。なるほどね。もう感謝しかない。確かにそうだよね。それがなかったら検査してなかったからね。うん。グータンダさん、あ、遅くなりましたが、いつも動画が開けていただいて、コメントも返していただいてありがとうございます。配信もコメントも読んで、回答いただきありがとうございます。かっこ、滝沢家格言に従って。なんであ、そういうか。小さい感謝を伝えるっていう。やばい。うん。早速。めっちゃ、もうありがとうございます。ありがとうございます。それこそありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、カモさん、心配です。だって、レイナかな。あ、子宮頸がん、でも。大丈夫です。もうなんか気持ち的には前向きだもんね、うん、もうなんか最初した時はもうショックすぎて結構泣いたりしてたんですけど、まあ、今はあ早くに発見できてよかったっていう気持ちの方が大きいかな。皆さん検査はしっかりしましょうね。そういうトッツーさん、久しぶりに宮崎にも台風らしい台風が来ましたが怖くなかったですか？ね、怖かったですよ。結構ね、なんかいろいろ心配しちゃって、自分の地域住んでるところは冠水しないかなとか、うんうん、調べたし窓割れないかなとか、うん、めっちゃ心配したけど、なんとか大丈夫だった、ね、伊波さん、周平さんモンテスの子供説。そういうことか。神の子じゃん。やばいやん。え、神の子ってこと？俺そう、確かにモンテスのこと知られたのかもしれない。ねえ、ありえるな。ヨシさん、ハロウィンの時のモンテスコス楽しみにしてます。やばい、怖すぎない？でもさ、これ作るしかない。でもなんか、この服でしょ、うん、宮崎でやってたら誰ってなるの？え、でもめっちゃおもろいじゃん。おもろい。いや、似てるやついっぱいいるんよ。山形でね、やれればよかったね、うん、確かに。なんか全部青塗りにして、確かに、この服着て、めっちゃいいじゃん。そうだね。菅拓さん、山形県鶴岡市で40歳でサッカーしたいのですが、チームがありません。切実な悩みが切実な悩みが来た。チームないのかな、探せばありそうだけどな、ね、鶴岡市とかもやっぱ馴染みないからよくね、まだ分かんないもんね、うん、チームがありませんか。チームじゃあ作りましょう。ないならすごいこと言うね。ヘラヘラヘロヘロさん、ヘラ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 分かるよ。ヘロヘロって何？ヘラヘラしてヘロヘロしてヘロヘロしてんの。モンテ時代に YouTube でハスラーで奥様の運転でお二人で何気ない会話をしながら目的地まで行くという動画がたまらなくほのぼのして好きです。あ、すごい、嬉しい。懐かしいね。初めてドライブしたみたいな。免許取り立てでね、ついに1年も経ちました。そして有料ドライバーになりました。確かに無事故も違反。無事故も違反なんです、まさかのね、うん、事故起こしそうだったけどね。そう、自損事故。そう、あ、でもなんか乗っちゃった。自分がなんかなんていうの、その事故起こりそうっていうの分かってて、ちゃんとこう集中して運転してるから偉い人は、うん、そこはね、うん、事故らないよ。カッターさん、宮崎の鳥工房さんには行ったことありますか？アウェー宮崎戦の時に行ったのですが、手げば愛あふれる素敵なお店でした。行きましたよ。行ってますよね、何度かね。1ヶ月前くらいも食べたかな、テイクアウトして、ね、めっちゃ美味しい。美味しいよね。しかも行きたい。片栗粉で揚げてるんだっけ。うん、だっけな、小麦粉じゃないんだよね。美味しくてね。で、味もいろいろあるんだよね。カレー粉とか、ニンニク醤油、あ、そう塩、いろいろあってね、うん、めっちゃ美味しい。美味しいよね。食べたい。鳥工房さん、ぬぬぬぬばさん、瞬間移動は1220円になるかも。さっきのね、伏線回収してくれた。なるほど、いっちゃうな。なるほどね、それは使っちゃうわ。1220円で瞬間移動できたら使うわ、そりゃ、ね、うん、まず足すいくよね、うん、だってリアルだったら空港ぐらいまでしか行けないんだから。確かに、タクシーで。やばいね。ヌヌヌマさん、面白い。リーさん、使っているスマホの機種は何ですか？iPhone の12 Pro、ま、うん、12 Pro。 Pro か、うん、2つとも、ね、ヨシさん、直接伝えられる機会はない、なかなかないので、きちんと伝えたい。
何をどれ、モンテスコス楽しみにしてますの方、直接伝えられる機会はなかなかないのできちんと伝えたい、モンテスコスをしてっていうことを、そういうこと、そういうことかな、ぜひ伝えてください。ブタブタ小ブタさん、ディフェンスの人ってセットプレーの時点取るぞって燃えます、なんか密かに燃えてますね、うん、なかなか上がる機会がないからこの時は取ろうっていう気持ちで上がってます、うん、グータンダさん、瞬間移動代10万円わら、ロスタイムのコーナーキックとかに使いたいですね、確かに、どういうこと、あ、どうだろう、ロスタイムのコーナーキックで、どうだろう、合わせる場所に瞬間移動するのかな、そういうこと、それもカウンター受ける時に戻れるのかな、え、直すか、わ、それ10万、それに10万よ、いやでももう絶対失点するとかだったらするわ、マジで、これ勝ったら昇格とか、ああ、そんな大事な場面だったら、ね、じゃあ使うかな、10万はね、で毎試合使えないでしょ、毎試合使えない、10万だもん破産します、10万だよよしさん、滝沢家マジで大好きです、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい、島村幸喜さん、周平さんもレイナさんもお体大事にしてくださいね、周平さん、レイナさん、お二人の理想の夫婦はいらっしゃるんですか、理想の夫婦、理想の夫婦、なんかいた気がする理想の夫婦、あ、でも A ちゃんとことか、あ、何サポ、どこサポだろう、山形の藤島選手の夫婦とか、すごい、なんかほんまかする、すごいよね、しかも藤島選手もすごいなんか奥さんにサプライズとかね、うん、やばい、やばいよね、なんかあの第二子が近くって誕生日がで、産後とかさ大変じゃん、うん、お母さん、うん、面倒見たりとか、うん、あ、お母さんって私のお母さん、うん、産んだ人のお母さんって大変じゃん、世話しなきゃいけないから、うん、で、それ代っていうかそれに対してありがとうっていうことでその奥さんの両親に温泉旅行みたいな、温泉旅行、温泉かな、一泊多分プレゼントしててサプライズで、そんなことできる人いると思って、できない、やばくない、すごい、そんな発想にならないね、すごい、でもサッカー選手って結構夫婦仲いい人多いから、確かに理想の夫婦多いかもしれない、確かにそういう意味では中村つたか選手夫婦もね、うん、めっちゃ仲いい、仲いいしね、あつくんが優しいよ ね奥さん、みんな仲いい人多いね、リーさん、モンテスの印税は逆に滝沢選手から払う感じになりそうですそうなったらちょっとどうする、うん、整形する、え、いやもう知れそれは黙っとこう、神だから何でも許してくれる、印税とか、神は印税とかもらわないから、神にあやかる、そしたら佐藤さん、山形の時の背番号30とても似合っていましたが、背番号へのこだわりはありますか、背番号へのこだわりは前まであったんですよ、22年、そう、ずっとな、中澤佑二選手がプロになる前から好きで22番つけたいなと思ってて、学生時代とかも1回もつけたことなくて、で琉球で1年目入った時にたまたま順番的に22番になったの、うん、背番号、その俺をもらえて、うわマジかと思って、それが嬉しくて、そっから水戸までかな、うん、22番つけてて、うん、つけてました、で山形の時は22番相手だった、レンタルの方がいて空いてないってなって30、そう、30、なんか何個か候補あったんですけど、30キリが良くて30つけようと思ったら、そしたら後からメッシ選手が30つけたんですよメッシがちょっと真似してきたんですよメッシ選手がそういうのありますね、伊波さん、滝沢モンテスさんに質問です、もう名前になっちゃった名前になっちゃった、プロポーズはどういう言葉を伝えましたか、プロポーズないです、ない、してほしかったの、今からでも間に合う、今から間に合うね、よし、10年目とか10年目にしようか、私理想だったんですよ、あの膝ついてパカーンみたいな、結婚してくださいみたいな、でも結婚するっていうのは決まってたというか決めてたから、後からでも良かったんですけど全然やってくれなかった、いやタイミングもなんかするってなっちゃったからさ、8ヶ月もあったのに、するってなっちゃったからむずくて、なんでされてないです、これからですね、これからね、ババさん、もし神の子ならまさに山本キッドならぬ滝沢キッド周平滝沢も申し訳ない、山本キッドさんにそんな申し訳なすぎる、めっちゃおもろい、なんかファングス、うん、そう、それファングさん、ディフェンスやってたんですけどヘディングが痛くて痛くて痛くて台の苦手でした、
周平さんはヘディングヘディングね、慣れてないって、痛いくて分かる、みんな痛いって言うもん、うん、俺はもう慣れちゃってるから、もともと多分頭とか強いよね、うん、なんかぶつかっても強いタイプで、でもうヘディング平気ですけど、やっぱね慣れてない人は痛いくてって思いますよ。まずはな、4号球ボールから始めるのがいいんじゃないですか、うん、リーさん、サッカー選手の健康保険は個人事業主ということで国民健康保険に加入してるんですか。そうですよ、そうですよ、何これ、なんかの何公式面白い。4、大盤店内テーマ曲です。4さん、大盤店内テーマ曲あるよね、さっきのね、うん、バン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 、大盤みたいな、ハバンダイライみたいな、あった、あ、合間のあれで、あるある、ね、懐かしい、懐かしい、飲む、野村優斗、高校の友達、0キロカロリーコーラ飲んでる太ってる人をどう思いますか。あ、これ自分のことですね、ま、0キロカロリーを飲んでるから太ってる、なるほど、コーラを飲んでるから太ってる、なるほどね、そもそもあれもいろいろ入ってるから、確かに、それをやめれば痩せます。まずあの0キロカロリーコーラでなんかこう痩せようと思ってる魂胆がもう痩せれない人もうね、もう0キロカロリーにすがってもコーラ飲みたいってことでしょ、うん、もうその魂胆でダメ、はい、はい、ヤングパインさん、テゲバにマスコットキャラクター作るとしたらどんなキャラがいいですか。むずいね、いや、やっぱ鳥をテーマにした可愛い鳥いいんじゃない、ジドリー、ジドリーくんとか、あ、いいね、どう、いい、ジドリーくん、私はかっこいい系より可愛い系が好きなの。あ、そうね、だからじゃあ今までで好きだったホーリー君、ホーリー君ね、ホーリー君めっちゃ可愛い、ジンベエにも可愛くない、あ、可愛いね、確かに、だから何、鳥をテーマにした可愛い鳥、どう、ジドリー君、うん、いい、ジドリー君いい、ジドリー君良くない、どう、どうですかこれ印税は僕に貼りますグータンダさん、毎回10万円はきついので最後のコーナーキックでいつも上がってこない滝沢がなぜここにっていう感じで使うのが良いかな確かに、確かにね、なるほど、うん、いいね、いいね、使いたいね、確かに、そしたら今年だったらまた最終戦とかに出たら最終戦で使うかな、確かに、そういう ね、最終戦の10万払って、うん、ここに急にいるみたいなね、最後大事だから、最後大事だから、印象的に、うん、伊波さん、レイナさんに質問です。モンテスさんと結婚して、もうちょっと滝沢モンテスじゃなかった、さっきまでモンテスさんだけになっちゃったよモンテスさんと結婚して良かったなと思えたことはありましたか。そんな悩む、なんか気軽にパッと出てこない、そうそう、うん、もういいとこありすぎて、あー確かにね、まずね、うん、ポジティブだから一緒にいて前向きになっちゃうよね、うん、私すっごいもともとネガティブで、なんか、なんだろうな、物事を結構悲観的に捉えちゃうタイプだったんですけど、シュエさんと一緒にいてからマジでめっちゃポジティブになって、あ、ね、確かに、それめっちゃ感じる、だからプラスになることが多いところかな、私に、なるほど、なんか人間として改善されてる何それ、不良品みたいな、前は人間として改善されてる、なんか食事とかもめっちゃ変わったのじゃん、うん、変わったね、体重も結構減ったんで、ね、そういう意味で人として成長できるところだ、うん、なるほど、じゃ優しいです、いいね、あーさん、パウロチャンネル、田中圭太、滝沢家は現役サッカー選手三大推しですわ、嬉しい、嬉しい、そこに入れてくれるんですか、ね、私はパウロチャンネルと田中圭太の独身 J リーガー登録してます、うん、チャンネル登録してます、ね、そう、皆さん初見さんチャンネル登録お願いします、寝ちゃった、うん、とのお眠りになりました、でもちょっと今結構やってるもんね、であと10分、あと10分ぐらいする、10時に終わりにします、そっか、10時終わりにします、アーさん、ビリの家仲良さそうですね、うん、確かに、外人とか海外の方って仲いいよね、うん、なんか愛が深いよね、なんか家族第一みたいな、そう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 、ブラジル人選手とかも琉球の時いたんだけど、うん、給料をあのブラジルにいる あのお母さんとかに送ってた、すごい家族思いだなと思いますね、うん、DL さん、山形から宮崎のスタメン発表を気にして見ています、タッキーが試合に絡んでると嬉しいです、あ、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しい、私も緊張、あれ、見んの、あ、そうなの、なんかスタメンだよって聞いてても
入ってるかなってなんか心配。ちゃんとスタメンだったって。そう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 。高野さん、滝沢選手がモンテスだと差し詰め奥さんはディーヨですかね。奥さんディーヨ、男になっちゃうね。うん。うん、私ディーヨ？うん。男になっちゃうからね。うん。それは違うね。新しいキャラを作りましょう。新しいかも。ね。B さん、滝沢選手の J リーグ初得点の日付は覚えてますか？覚えてないです。J3 の1年目の藤枝戦かな、アウェイのゴッツァンゴールみたいな、うん。いつか覚えてないけど。9DTRZ さん、天童のアポロで山形浩太選手からプロポーズのことを突っ込まれたときは、内心ほっといてくれと思いましたが。思ってないし。いや、全然思ってないですよ。全然もうこれオープンにしてるんで。ね、うん。あ、でもね、確かにな、結婚してないやつに言われるかな、確かに。プロポーズは大事ですよ。伊波さん、ヘディングのしすぎでハゲになることはありますか？いや、ないじゃないの。ハゲは交代するとかあるのかな。顔が大きくなることは、ヘディングのしすぎで顔が大きくなることはありますか？先天的に顔でかいんで、俺先天性で顔でかいんで、ヘディングのしすぎあんま関係ないから。強くなって、皮膚強くなって、皮膚強くなって、分厚くなって、あんま見たことないかな。そういや、トナはまた寝ちゃいましたか。寝ちゃいました。寝たと思って今置いたら起きちゃいました。 B さん、ヘディングのしすぎでハゲになることはありますか？それもないん、そんな刺激ある？いや、あるよ。でもハゲが後退するとかありそうだよね。これだってさ、帽子かぶってるとハゲるよとか言うじゃん。そうなの、うん、じゃあ、あるのかもしれない、ね、トッツさん、テゲバレの初得点楽しみにしてます。頑張ります。惜しかった、あれ取り逃したからね、うん、クマさん、勝てなかったり自分で試合の実力、試合で自分の実力が出せなかった時はすぐに立ち直れますか？どれくらいまで引きずりますか？いやー、前まで勝てなかったりっていうか、このなんか明らかに自分のせいでミスで失点しちゃった時とかは、うん、結構次の試合出るまでとか引きずってたけど、最近はなんか、うん、メンタル強くなって、もうあんまり引きずんなくなりましたね、うん、割とすぐ次の日には切り替えてるから ね、うん、ね、あんまり家に持ち越さないよね、うん、そうだね、私の方が悔しがってるから、それはあるね。グータンダさん、ジドリーくん美味しく食べてね。ジドリーくん採用してくれた、嬉しい。リーさん、センターバック以外のポジションでやってみたいポジションはありますか？やってみたいポジションな、うん、どこだろうな。フォワードとかやれんなら一回やってみたいかな。能力とか関係なく、ね、点取れるポジション、その苦悩もあるんだろうけどね、うん、それも感じてみたい。伊波さん、トロに質問です。周平さんの育児の評価は、改善点はありますか？トロに聞いてます。育児の評価、育児の評価どう、トロ、どう、いい、どう、全然ダメだって言ってますね。え、ダメ、ダメ、改善って顔の大きさって、顔の大きさ、ちょっとトロ、俺の顔の大きさ受け継いでない？頭が、ちょっと頭大きいよね。首つまんのも遅かった。頭大きいからかな、ね、重いから、そう、頑丈な子になるな。フォードさん、サッカー選手でなかったらどんな仕事してたと思いますか？あー、どうだろうな。スポーツトレーナーに興味があって、それを調べてました。高校の時とかの仕事調べるみたいなのあるじゃん、うん、その時は。でも大学の時はサッカー選手しか考えてなかったですね、うん、あれじゃない、友達じゃない、うん、むっちゃん、むっちゃん、滑り込みせえ、勇気出してコメントしてもらいました。よっしゃ。ありがとう、むっちゃん。ありがとう、むっちゃん。私の地元の唯一の友達、唯一って言うと違うか、すごいよ、親友、自分で友達一人しかいないって。唯一の親友、地元のね、うん、嬉しい。ブタブタ小豚さん、じゃんじゃん、将来指導者になるべく大型免許取りに行きたいとかあります？指導者になるべく、ああそういうことか、指導者の C 級 B 級とかそういうやつになるとあれじゃない、監督とかそういうこと、コーチとか。あ、大型免許ってどっち、車のってこと違う、そういう B 級とか A 級とか、そういうことでしょ。あ、でもそうか、そういうこと。指導者になりたいっていうのがないんで取らないっすね、うん、なんかサッカー引退したらまたサッカーとは全く別のことやりたいなと思ってます。トッツさん、画数多くて大変でしたが弾幕頑張って作りました。あ、トッツさんが作ってくれたの。あ、そうだった。
ありがとうございます。なんか私作ってくれてるみたいだよってツイッターで見つけてたから、不意にこうさ、そうスタジアム歩いてたパッて、あ、作ってあるってこと嬉しかった、めっちゃ嬉しかった、ありがとうございます。ってないねって言ってたもんねリーさん、試合前のミーティングでスタメンで出ることが伝えられたらレイナさんにすぐ連絡しますか。すぐ連絡しますね。前日に分かる、大体前日に分かったりするかな、その時点で言うかな、うん、もう緊張なんですよその日ヨシさん、僕はドイツにいます、この配信はワールドワイドですってプレッシャーがかかります。え、ドイツにいるの、すごい、ドイツから見てくれるんだろう、サッカーしてんのかな、すごい、ドイツいいな、行ってみたい、ね、ワールドワイドだな、この番、このチャンネル、キュッポン、キュッポン、ワールドワイド、そうなの、うん、キュッポンチャンネルね。ミヤミヤさん、こんばんみ、大迫選手ワールドカップ代表ありそうよ、何の報告何の報告、こんばんみ、こんばんみ、確かにね、大迫選手昨日2点決めたのかな、うん、すごい ねワールドカップ、え、でも結構年齢あれじゃないの、まあ言う、そんなじゃない、言うて30ちょいぐらいだ、うん、ワールドカップって年齢制限ないの、ない、あれオリンピックがある、あ、オリンピックか、あれなの、トノが足の強さ発揮してるな、ね、すごい、大丈夫、切れない、ウルウルさん、モンテにいるとき滝沢選手の人の良さとかを知って好きな選手の人になりました、また山形遊び来てください、ありがとうございます、ありがとうございます、嬉しいね、本当に嬉しいね、こういうコメントは本当にありがとうございます。馬場さん、都の3度帰戦期間か戻ってきました、ただ眠りが浅いんで、すぐ起きちゃうの、そう、夜は結構寝てくる、まとめて寝てくれるんだけど、昼とか夕方はこんな感じで1時間とかで起きちゃう、うん、ね、うん、マスターにコウスケ、ジョンソンさんが滝痩せすぎとって心配しとったぞ、ちゃんと足立屋行っとんかあの鳥取のマスタニー選手がコメントしてきてますね、センターバックの相方ですね、そう、琉球で3年間センターバック務めた相棒が今71キロくらいらしいです、体重琉球の時何キロ、77キロ8キロぐらいあったかな、今71キロぐらいだから、滝も筋トレしてるんかとジョンソンさんに言われたしてません、今してないんですよ、もうしなくダメだろって言われましたね食事改善して私もめっちゃ痩せた、ね、何キロですか、13キロくらい、出産してから、ね、あの妊娠前から10キロ太って出産まで、そこから13、4キロくらい減ったよね、むしろそれよりも前よりも減っちゃったっていう、ね、前より3キロくらい減った、ね、3キロ以上か、4キロくらい減ってるか、眠たい夜行性さん、ここ J ナンバーワンってところはどこですか、俺 J1 にいたことがないんでっていうこと、 J ナンバーワンってところはどこですか、宮崎がってこと、違うんじゃない、このチーム J ナンバーワンってところ、そうじゃないの、あーどうだろうね、どうだろう、歴史的に言ったらやっぱ 俺は鹿島とかかな、あやっぱ伝統がちゃんと根付いてるっていうか、でなんだかんだいつもいい順位でしょ、うん、鹿島はなんか文なんだ鹿島独特のなんか文化が根付いてるのかなと思います、うん、あと2分だ、 DN さん、レイナさんめっちゃ綺麗でザ・ J リーガーの妻ですねって嬉しい、嬉しい、ありがとうございます、うん、J リーガーの妻にしてて、イハさん、トノが言ってるので代弁します、俺のパパモンテツに似てるよね、あ、うんちして、え、そう、うんちしてる、うんちしてんの、うん、すげえじゃん、伊波さん、うんちしてんの、ね、うんちしたかったら、すげえじゃん、うんちしてます、読み取れるじゃん、すごい、どう、くちゃい、くちゃい、うんちしてんの、うん、うんちしたんだよ、早くママ帰ってよ、うん、って言ってますね、馬場さん、トノもワールドワイドで大興奮トノがってこと、そうじゃない、トノが興奮してるってこと、カモさん、タッキーと奥さん顔比べるとやはりでかいですね。ちょ。俺が前に出てるからちょっとでかく見えるだけで。どう？下がってる。あ、うん、1.5 倍あるわ。1.5 倍。顔がでかい。エラが張ってんだよね。まあ、うん、まあエラも張ってるけど顔もでかいんじゃない？バングさん、トノに質問です。おむつは何のブランドを使ってますか？ナチュラルムーニー。トノ何のブランドなのそれ？なんかいいおむつ履いてるね。ナチュラルムーニーだよ、ナチュラルムーニーの M サイズを使ってるよ、
よ。ナチュラル無理、M サイズだな。すげえ。堀町さん、レイナさん、本当に顔小さいですねっていうのは、俺をいじってるの、俺の顔がでかすぎて顔が小さく見えるっていういじりですか。ね、嬉しい。シンプルに褒めてるんですか。でも一緒にいるだけで顔小さく見えるってことだ。確かに。めっちゃいいじゃん。やばい、10時になっちゃったよ。いやー、じゃあなんか最後。最後。うん。なんで？最後だよ。最後？うん。いや、最後じゃなくするじゃん、まだ。これ乗ってるのだけにする。そっか。ヤングパインさん、テゲマに来て驚いたチームのルールとかありますか。なんだろう、むず。ある？ルールってあるの？ルールあるよ。あるんだ。驚いたルール。驚いたルール。ない。シャワーがないチームがあるから、うん、あの水浴びたりするんだけど、うん、あのその競技場のね、うん、外で。だけど外だからあんま脱げないのよ。あ、脱い、ね、まあ、昔にこう脱いでシャワー浴びてたら通報されたみたいなことがあったらしくて、だから脱いじゃいけない、浴びてるけど。じゃあ福木さんは脱い、俺はそういうところでやるときはあの練習着の上からこうシャワーバーッと浴びて、シャワー浴びて車行って着替えてそのまま。あ、大変。まず慣れたけど。うん、伊波さん、周平さん、三塁ベースに出ます。一塁二塁の違いある、三塁と。一塁はだって四角で二つついてるから。二塁は一個ずつ。一塁ベースってさ、野球の話じゃなくて。野球の話でしょ。でしょ。ファーストはこういう二つついてる。ついてないよ。ついてるよ。ソフトボールじゃないよ。野球ついてないの。ついてないよ。嘘。何言ってんの。あれソフトボールだけあれって。一塁ベースも二塁ベースも三塁ベースも一緒でしょ。そうです。しかもどっちかって言ったら俺ホームベースに似てないっすよ。確かにね、全然的外れですよ。そんなことない。眠たい夜行性さん、滝沢選手自身がプレー面ではここは J リーグナンバーワンだと思うところありますか。自分プレー面で、うん、むずナンバーワンにはまだ慣れてないんちゃう。そうだね、うん、まあ、じゃあ自分のところで強みは、うん、強み、強み、うん、自分、自分のナンバーワン、自分のナンバーワン、なんだろうな、むずいな。なんか正しいポジショニングを取ろうとしてるところかな、常にサボらずに。なるほど。うん、周平さん、昭和の銀幕スターみたいで好きです。渋いのかな、やっぱ俺、ね、昭和っぽい、うん、昭和っぽいね、うん、年相応に見られたことないからね。うーん、確かに、うん、確かに。やっぱソフトボールだけでした。じゃあね、イエーイ。そうです。じゃあこんな感じで終わりましょうか。ありがとうございました。またやります。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、楽しかったね。まためっちゃ楽しかった。こうやってお話できて嬉しいです。ありがとうございました。チャンネル登録してない人はしてください。あ、確かに。チャンネル登録お願いします。グッドボタン、グッドボタンもね、お願いします。絶対止まる、待つかな。じゃあありがとうございました。バイバーイ。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。